く分かってないのよな。実は。まあ、とりあえずコックピットだ。行くぞ。コックピット、はい、了解です。自己紹介中に音量調整するまん。するぞ。あ、配信準備してるやつらがおる。よっしゃー。みんな配信を始めろー。ズン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 。これ何結局。これ鳥居がよく役職だ。なんかトレーナー的なやつなのかな。なんかいろんなとこにあるだけの。なんか使うことあるんかこれ。鳥居だけね、知らんのよ俺これ。関係あるっぽいけどな。それだけワープできる。誰も知らないじゃん。なんかね、俺読んだ説明だとね、この鳥居の説明なかったんよな。なかった。おまあなんか陽子のなんか盛り上げるフレーバー的なフレーバーこの村にいらねえ陽子でねお参りする4分の0みたいなのが出てるからねなんかコメント欄で鳥居に対して地震に聞いたら教えてくれ鳥居地震に聞いてくれる新要素かもしれない電線タスクみたいな感じであれじゃ順番があるのかねやる順番があでもさっきねメイン4分の0でメインでできなかったんよねマジでできた。もうヒグできました。あよかったよかった。鳥居だけよく分かってないんですよ。あれでもさっきあの真央君が言ったのエンジンルームじゃなかったっけメインじゃなくて。ああれエンジンか失礼。そうかメインはそうエンジンだ。あごめん間違えた。はい。なんかね貨物ってなってる貨物って。あじゃあ行けんだ。それあじゃあ電線タスクみたいになんか順番。あ電線タスクで大ボスがそれをやれればいいんだ。そうだね。うん。じゃあタスクということでありがとうございます。はい。はい、一旦理解して。鳥居がタスクだ。みんな放送始めたかい？はい。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 それではですね、陰光崩壊アマンガス10月号よろしくお願いします。じゃあ。はい。はい。はい。で自己紹介今日後にして役職説明先にしちゃうわ。うん。はい、なので、今テラゾーが入れてないのであのディスコードをオンにしてテラゾーにも聞こえる形でちょっと今から説明しますね。はい、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 ではでは役職説明です。本日は陽子村になっております。はい、陽子という役職が入ってます。はい、で人狼やったことある人は知ってるかもしれないけどあれにも狐とか陽子っていう役職があってあれに似てる感じになっております。はい、で、陽子ちゃんの説明から先にしますね。陽子ちゃん、はい、まず陽子ちゃんは陽子陣営第三陣営となっております。ね、陽子ちゃんには特有のタスクが、課せられていてですね、あのタスクをすべて完了した上で最後まで生き残ることができれば単独勝利っていう形になってます。なるほど。陽子のタスクはクルーのタスクとは完全に別物ですね。うん、で今日の設定だとあのクルーが全部タスク終えたらクルーの勝ちじゃないですか。なんだけど、はい、その時に陽子が残ってると、陽子の勝ちになっちゃう設定になってるので、安易にタスク勝ちも狙いにくいっていうような感じになってます。はい、で、陽子をキルできるプレイヤーの矢印を陽子自身はあの矢印でね確認できるんですよ。で陽子います今日。怖。誰だ。陽子平でーす。あ陽子平。はい。陽子平かっこいいな。めちゃめちゃ強そうだけど。はい。今グッチとアタシャンの矢印が向いてます。そうね、しかも矢印の色があるっしょ。うん、色が赤色で表示されてますね。で真央くんに白色の矢印が向いてます。あ、じゃあシェリフってことですかね。そう、白色の矢印はシェリフで、そこまでわかるんだ。赤色の矢印はインポスターです。そのとあれ赤色に1本か。ほんじゃあれめっちゃ強くないですか。シリアルキラーの人。はい、シリアルキラーです。はい、グッチがシリアルキラーね。モーフィングは、はい、ハタの方も出てる？出てる出てる。あ出てる。あオッケーオッケー。うん、そんな感じで、マッドメイトには出ません。はい。うん、キルできないからだね。そうだね、キルできるキャラクター、自分をキルできるキャラクターが見えるっていう形なので、はい。じゃあ矢印からひたすら逃げれば。そう、矢印からひたすら逃げながら自分のタスクを終える。でなんとか生き残る。インポスターの時めちゃくちゃ逃げるやつ殺そう。そう。そういうことなの。まあそうなるよね。そう、インポスター目線だと横骨に露骨に避けてくる人がいたら陽子かもしれない。そういうことです。なるほどね。なるほどな。キラ透明化ボタンがあって15秒透明になります。はい。行きます。はい。おお、すごい。フェードアウトしっかり見れる。忍者だ忍者。忍者。すごいね。透明状態のさ、キラって殺せんのかな。あ、薄く聞こえる。ああ、わかんない。どうやろうな。
あ、声は聞こえるのか。聞こえる？薄く聞こえた。うん。おお。連載の声みたいな感じで聞こえた。あ、確かに。あ、じゃあ喋らない方がいいね。へえ。そう、透明化の時にやると霊界の力も取り除くされてる。すげえ。それは声が割れる。というわけで透明化ボタンで消えたり、インポスターやシェリフから逃げながら、基本イモリながらタスクを終わらして試合終了まで生き残るっていうのが陽子の動きになりますと。うん、はい、陽子はサボタージュを直すことができないので、そこの観点でもちょっと詰めることができるようになってます、うん、ただ、今回それの対抗じゃないんだけど、インポスターの陣営のマットメイトを入れてて、マットメイトもサボタージュを直すことができないので、サボが直せない場合は陽子確定ではなくてマッドかサボっていう感じになるようにしてます。はい、はい、了解です。はい、でさらに、陽子をキルできるプレイヤー以外を背徳者にできます。なのでシェリフインポスター以外やね、うん、誰かしてみますか。あ、はいはいはい、うん、配信者にしてあげる、どうぞ。あ、自殺ボタンが出ましたね。その通り。どういうこと。陽子に指名されると砂ザメ背徳者が爆誕しました。でこれ、自殺できるんだって。それはシンプルに自殺なので、自殺ボタンを押して、うん、まあなんかシェリフ自爆っぽく見せかけて村を混乱させたりとか、普通に誰かに容疑をなすりつけて刺したとこの釣りを進行させて試合を終わらせたりとか、なんかはいはい、そんな感じで村を混乱させてさっさと試合展開させて陽子が生き残るように仕向けることもできる、うん、陽子が有利な死にか自殺をすることもできる。そう、うまく使って、そうか、試合が終わった時に陽子生き残ってたらいいんですもんね。うん、そうそうそう、うん、陽子と勝利条件が同じになるってこと？配信者は、うん、その通りです。なので陽子が死んじゃうと、配得者も死にます。うん、配得者、配信者は俺らやから。配得者配信者が配得者ならいや難しいな。配信でも意味合いは、配、まあの心理通じるからさ、通じるしな。配得の方がいいだろうな。そう、背の心理は配得者です、一応。自殺ボタン面白い。面白いです。はい、陽子が死ぬと背徳者も死ぬし、自殺で死んでるかもしれない。だからそうだね、陽子が死ぬと背徳者が死ぬから、それで死んだのか、誰かが死んだと同時に自分も死んでたら、あ、陽子死んだから背徳者も死んだねって判断するか、ただ自殺しただけと判断するかっていうのも出てくるんじゃないかなっていう感じですね。なるほど、はい、自殺の。でその陽子の対抗で、占い師という役職を入れております。占い師の人いますか。あ、占い師トリッピーです。はい、トリッピーで、本来は占い師は最初クルーメイトって表示されて、自分クルーだと思ってるんだけど、タスクを今回4つかな、4つにしようと思ってるんですが、4つしたら自分が占い師だっていうことが分かります。はい、今説明のために最初から占い師ゼロにしたのね、はいはいはい、今だけね。だから本来は試合が始まったら自分タスク進めてるうちに、あ、俺占い師だったわってなるようになってます。はい、で占い師は誰か占ってみると、誰がどの陣営なのかを知ることができる。背徳者とかちょっと占ってみてほしいな。オッケーです。背徳者、はい、砂ザメです。はい、今じゃ前これ左下になんか全員のアイコンが出てるんですけど、そこをクリックしたら占いってことなのかな。かな、うん、確かそう。ちょっとやってみますね、はい、左下のアイコンは。あ、出た出た出た。占い師があなたを占ったって文字が出ました。そう、背徳者は、それ背徳者だけ。占い師に占われたことが分かるのは背徳者だけの、じゃあこの後ヒラ君にこっそりトリッピーが占い師だよって言われて、そう僕は占い師で砂鮫さん占ったら黄色い文字で、砂鮫さんはその他のその他の陣営でしたって出たんで、あ、ですね。あ、バレるのか。背徳者バレるのね。そう、第三の陣営もバレますね。そうだね。占いっていっぱいできる。一回だけ。占い一回だけ。あ、一回だけか。うん、占いは一回しかできなくて、陣営だけが分かる。最強だ。確かに。終わりっつってね。終わりだ。でちなみにヒラですね、陽子を直接狙う、はい、占うと受殺できます。これも人狼のやつと一緒。人狼的だ。ちなみに占いなんですけど、うん、今砂鮫さんが重なってくれたんですけど、はい、これ重ならなくても下側にアイコン出てそこクリックなんで近くに、あ、遠距離占いができるってこと。強力だな占い師。強力すごい。疑われてたらまずは占おうみたいな感じができますね。そうね、まあたった1回だけなので、ああ、ね、占い先みんなで決めるっていうのもありですね。はい、一発限りの、
一発限り、最初にスポンした瞬間に売られたらどうしよう、インポスターです。ね、もう積んだこのゲームってなっちゃう。いや、最初はできないんでしょ、だってあの、ちょっとタスク4つ目、ね。そう、タスク4つしたら、後から爆弾するので。よろしくお願いします。はい、楽しいなこれ。ちょっと実験したいんですけど。うん。あ、ラギ透明な時殺せるかやってみようぜ。あ、やってみますか。はい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 。グッて切ってみて。あ、俺消えたよ。あ？え？あ、おめっしゃり。マオさん何やる？今誰にタゲいった？あ、俺じゃそれじゃない。つまりあの、つまり殺せないです。つまり殺せないってことです。やばい、殺せない。主催が。やばい、もう持ってった。あの、ちょっと伝えてほしいんやけど、ドリルとかグッチとか、トリッピーとかグッチとか。あの、グッチ見たら、ディスコードで合ってたように見えた、砂田から。ディスコードミュートにした。ディスコードで喋りますか。うん、ディスコードで喋りましょう。ディスコードで、はい、ディスコードで喋りましょう。すいませんでした。その人をつけてください。はい。いや、透明ちゃん殺せないということですね。なんか、たぶん、多分あの透明化を殺せない、平と重なった位置でキルボタンを押したら自殺になったから、うん、どっちだろう、はい、透明化の場合は、俺に、あ、そっか、どっちにタゲが言ってたのか、あの、第三陣営キルできる設定にはなってるはずだから、多分俺にタゲが言ってたんじゃないかな。あ、かな、うん、位置的には。あ、なるほどね。分かんないけど、私もちょっと盛大に自殺していいですか。ちょっと砂ザメの自殺を見せてください。死にまーす。死にまーす。ちょっとずれたね、体ね。自殺はこんな感じか。これは確かに混乱させられるな。です。じゃあ残り、で今回13人村で人がちょっと多いんで、シリアルキラーっていうのを入れています。はい、シリアルキラーはキルクールダウンが15秒です。すごい、楽しい。ブッチーやね、うんうん、今は。はい。そう。だけど、一発キルした後、40秒のカウントダウンが始まってですね、40秒以内にキルができないと、自分が死んじゃいます。はい。もしくは会議ボタンでリセットされるっていう形。なんで、すごくキルクール。一回キルしたら、一回キルしたら、15秒のキルクール入る。常にキルクールは15秒。ああ、オッケー。常にキルクールは15秒で、一回キルした後、40秒以内に次のキルをしなかったら、自分が死ぬ。っていうのが。じゃあさ、クールタイムを含めたら25秒しかない。あ、いや、あの、15秒じゃない。あ、そうやね、キル余裕は25秒しかない。その通りですね。そうだよね、はい、結構やばいぜ。はい、だからいっぱい集まってたらね、あ、やんなきゃやんなきゃってなる。なるほど、なるほど。味方のために。どさくさに紛れてやるしかない。どさくさキルもありっちゃあり。死ぬぐらいだったら殺した方がいいもんな。それかもう自分ボタンもあるから、自分でボタン押しに行くもありかな。1回だけしかできないけどね。それ、ああ、そう、確かに。ちなみになんですけど、2回目の最初のキルを行った2回目のキルで40秒内にキルしたらいいじゃないですか。うん、うん、その次のキルはどうなるんですか。もう同じでしょ。もう40秒だから、もうええよ。リレーなんですね。リセットの会議だけやり続けるんですね。もう止まれない。はい、走り出さ、止まれない。もうそれ一回キルしないと。いや絶対重いぞこれ、ね、で、あと2つはあのモーフィング、いつものモーフィングといつものシェリフで、シェリフの弾は2発で、シェリフはヨーコも切れますという感じです。はい、はい、俺が弁当に入ってる。何が起きてんだ、マジ。俺が弁当に入ってる。モーフィングだもん。いけるでしょ。ハタサコ、そっか、ムツ普通にモーフィングできたよね。テスト、あ、俺がモーフィングじゃない。モーフィングしたら、タサコさんは特にモーフィングできてるっぽいね。ちゃうね。あ、そう、タサコがモーフィングしてるのか。そうか、そうか。タサコバグってないね。バグない。バグってない。大丈夫そうです。じゃあ大丈夫そうかな。では、行きましょうか。テラゾーンももう入れるかな。配送しますね。はい。ほら。うわ、なんかやられた。ハイソーン。いるかこれ。じゃあ、おお、ハイソーンって出るんだ。ハイソンボタン。初めて見た。うん。噂のハイソンボタン。経験値入るんだ。タスク機械になってる。マジひらめいた。経験値入んの？ひらめいた。よくやられた。ハイソン連打が。ハイソン連打。ハイソン連打レベル。そう、ハイソン連打で経験値稼げるよ。誰が稼ぐんだよ、マジで。ちょっと増やすか、なんか9個になってるな。まあいいか。まあ、今日はね、タスク少なくしても、安易にタスクがちしちゃうと、用語が残るかもしれないから。うん。そう。ほどほどでいい。ほどほどでいい。シリアルキラーが30、シリアルキラーが35秒ぐらいで出会ったら、もやだな、もやだな。急いで逃げる。わかんないじゃないですか、でも。謎入れるよ。いや、そこ会えなかったら死んじゃうのか。いつやったかわかんないもんね。
来た来た。茶色とモッドが違うかも。違うの。なんかうまく入ってないかもしれない。うん、あのね、ELL まで正常に導入されていないってなってる。俺の画面から。ホストでわかんない。変えたんだけど。なんでやろうな。なんか一回全消しして整合性確認しないと反映されないかもしれないです。もしかしたら。いや、ELL 間違えたんじゃね？DLL さ、どっから落とした？じゃあ大丈夫そう。DLL の場所が違ったのかもしれん。うん。フルコンさんが貼ってくれてる一番暫定版のやつ開いて、下スクロールしていって。うん、ああここか、一番上にあるやつ。そう、俺も同じやつやったから、うん、それ落とせばいける。オッケー。すいません。で、うん、まあ2戦目か3戦目ぐらいからナノコさんも交流してみたいな、うん、13人でやるわけですね、うん、ういオッケーです。はい、ですあ、ゲーカーさん、キモ。これ今みんなどっちで喋ってるんですか？ディスコ？ディスコで。じゃあ、チカーモで喋って。チカーモ。音量バランス、チカーモでなんか確認したい。チカーモに行きましょう。はい。じゃあ、軽く。じゃあ、テラゾーンも入れたので、入れてるか？入れてないか。あ、まあ、こっから軽く自己紹介していきましょう。じゃあ。はい、オッケーです。ディスコの上から。じゃあ、グッチから。はーい。はーい、グッチもです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。支配です、お願いします。お願いします。はい、トリピです、よろしくお願いします。お願いします。トリピです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よーし、あーい、あー、じゃあ、うん、畑迫さん、やろうも和田彦です。一発ギャグやります。ドーはドー、夏のドー、レはレモンのレ。悩みある。何何、みんな怖い怖い、みんなで踊らなそん、踊らなそんです。ファーはファイトのファー。そうは正義そん、正義そんです。正義そん、正義そんです。怖い怖い、今日も飲んでる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 。何してんの。両親が人質に取られてる。マオさん、マオさん、何があったの？今日キャンプで。今日キャンプで何があったの？マオさん。ね、なんか、どうしたん？どうしたん？すいません、僕から、怖い、怖いよ。僕からフォローがあるんですけど、ええ、僕からフォローがあるんですけど、今日、キャンプに遊びに行ってまいりまして、そうですよね。はいはい、私と畑迫がいまして、で、畑迫が最後、キャンプから帰る道中で、ぶん殴られて、脳を改造されてるんですよ。素晴らしい、よかった、よかった。やーば、うん、あ、よかった。でも畑迫の両親が人質に取られてるわけじゃなかったんだよね。両親は元カノが人質に取られてるんで、キャンプに行ってる形なんで大丈夫です。はい、逆によくなかった。誰も正直に取られてなくてよかった。よかった。ねえ、びっくりしちゃったよ、ほんと。はたさこの倍ぐらい俺が今、冷や汗かいたからね。みんな、止める声がどんどん大きくなっていったの。どうしたどうしたの声が。でも止まんねえし。すごいよ。はい、はい、マオです。よろしくお願いします。お願いします。ありづれ、この後。あ、すいません、なんか普通で無痛です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、砂ザメです。このくらいの声で喋ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、ケラゾーです。30分遅刻して青ざめてます。よろしくお願いします。大丈夫です。お願いします。ケラゾーさん、マイク違うかもですよ、いつもと。なんかパイパイにする、ね、いつもと違うかも。音質なんかウェブカメのマイクから拾ってるかのような音質。ウェブカメのマイクから、なるほど、うん、なんかよくある間違いのやつ。そう、なんかに、そう、ニコ生時代の寺戸さんの声がするよ、今。そんなもんだったっけ、ニコ生。ニコ生の時か。ニコ生時代ですね。めっちゃいい音質になりました。変えました。はい。うん。じゃあ、ニコ像は。マジで、あれ？ニコ像変わった？変わった？え、変わった？反映してるのか。もう一回言って。はい、更新しました。あ、戻った。はい、オッケーオッケーオッケー。ニコゾーからテラゾーン。YouTuber になった。YouTuber テラゾーンになった。YouTuber テラゾーン。ニコニコ侮りすぎだろ。ね、もうちょい昔もそんなんでもなかった。そっか。で、バゲリンかな。あ、占い4か。はい。はい、僕かな。
誰だっけ、はい、バケガです、よろしくお願いします。はい、バケガです、本領調整お願いします。はい、ひらっち、こんぐらいです、多分。はい、はい、2ヶ月ぶりなので楽しみです。ヒラです。よろしくお願いします。おっしゃー。お願いします。お願いします。おめでとうございます。で、桃田す。ありがとうございます。はい。僕じゃないです。じゃないこと。はい、ね。どうもどうも、トータスです。はい。頑張ります。よろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。そして、私がドはドーナツのやめときおしそん、やめときおしそん、ささよしそん、悲劇を繰り返そうとしてる。それは怖い怖い。それではですね、ちょっと奈々子がね、あの止めずに乗ってきたよ。僕の時間の伝え漏れもあってかな、あの21時に来るので、あの12時でまずは優しいなぁ、優しいなぁ、優しいなぁ、よろしくお願いします。勘違いしただけだぞ。やるぞ、やるぞ。絶対フルコンさんじゃないよ。やるぞ。第一試合開始だぜ。お願いします。はい、お願いします。じゃあごめんなさい、大丈夫かこれ。あれ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 、始まった。よかった、落ちなくてよかった。マジ夢に出てきそうだからね。 OK、 さあそれではやっていきましょう。パタサコ、うん、パタサコ6つ。あ、これちょっと置いときたいな、ベントタスクは。ちょっと、なんか、初手、それいや、これ、謎の鳥っすよね。うん、謎の鳥。本当に何かわかんない。なんかそれ、ヨーコヨーっぽいんだよな。もう誰かやってくれると信じて、俺はタスクを進めるぞ。さあ、ここは集中できなかったので怪しいです。ジョエさんが変な色になってる。砂ザメ、これ砂ザメさん白、いつもよりブルー、白白角、砂ザメさん進行でいきましょう。これ、あ、わかりました。誰が回りました。理由聞いてもいいですか。いや、理由聞いてもいいですか。何の理由、何の理由だろう。ボタン押したらそのフェーズ入ってるの、なんか。あ、すごい、一戦目のね。そう、一戦目のね。いや、まあまあ、まずはみんなちょっとね、あの、うん、なんか怪しいとこなかったですか。フルコンさん、フルコンさんミュート、ミュートが。フルコンさんディスコードが多分ミュートじゃないか。うん、ディスコードが。失礼失礼。はい、あざす。はい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 。エンジンルームにトリッピーが今、トリッピーがありました。あ、トリガーがありました。ちょっとややこしいね。さあ行くぞ。オッケーで、トリッピーがあってのサングラスつけてタスクやりつつの、よし、サクッとボタン押しちゃうよ。嫌だろ、もうめんどくせえしな、下行くの。宿舎前湧いたらさ、なんかタスクやりに行くのめんどくさいよな。うん、だ奥だけやろ、奥だけ、奥だけやって4816に、うん、おら、でも知り合い、ああ、くそ。ごめん、サブか。誰か、やってくれ、頼む。宿舎脇で全部ぐちゃぐちゃしてましたの。誰も会ってません。浮きです。早直せ。いいかな、早直せ。怖い。はい、いいボタン。うえ。めっちゃ死んどるやん。おったおった、藤坪さんおったよ。どこに、どこ、うちおったで、そういう。アーカイブにおったやん、トリッピー。あ、いました、いました、アーカイブに。あ、じゃあ、トリッピーと、一緒に走ってた。え、あ、トリテ、トリトータスで、俺と一緒に。え、いてた、いてた、あの、走ってたね。うん、走ってた。あの、アーカイブからシャワー行った時に、マオさんがいてて、多分、藤坪さんは右の方行ってると思うんやけど、アーカイブに残ってるから。トリッピーってこと？いや、だから俺絶対違うんだよ。トリッピーは違う。トリッピー、マオ、トータスは3人並走して今メインからエンジン行こうとしてる。コミュニケーション直しに行こうとしてました。俺はグッチ見てないから、トリトータスが殺してきてない、2人で競合して殺してきてない限りは、まあ、うん、いいけど、うん、見てないからそこは白は出さない。大丈夫、僕シェリフだよ。じゃあ、じゃあ、真っ白、真っ白。じゃあ、トリマオ、トータスが結構白い。トリマオ、返したまえ。でも今のって、じゃあ、トリシリアルケアなら一人でもキルできるぐらいのあれですかね。
あ、ごめん、あと、ごめん、可能性提示で、あのトータスがシェリフ乗っ取りは、あ、でもないわ、陽子だから殺せないわ、あ、大丈夫、トータスしろ。いや、あのだから陽子だとさ、わかるじゃん、シェリフが。だから、分かったシェリフ殺したかなって思ったけど、陽子は殺せないから。でもないから。でも、今、愚痴平がシェリフでっていう可能性はゼロではない。ほぼないでも言わない。まあ、でもあのタイミングは利用してシェリフを無理でしょ。聞いてね。聞いてね。シェリフなんだって言ってたら、思ってあげるワンチャン。それはワンチャンあるな。アーカイブにいたって言ってた。アーカイブ。うん。アーカイブ。で、マオトリトータスさんには、まあ、違うっぽいよね。マオ君は 100% で白。そこで、フルコン浮きで、フルコン浮きで宿舎金庫、宿舎ミーティングボタン待機のレンダーなんで誰にも会ってません。あ、そうなの。そう、処理なんだよ俺。浮きから。僕最後コミュニケーション直した人。俺も今回誰にも会ってないんや。はい。メインエレキ、メインエンジン、宿舎ミーティングってきて、ミーティングのはしごでダバダバしてた。だからメイン付近、エンジンまで俺ら。てなかったっけ？人手前ぐらいですね。最後でもメインのはしごなんですよね。いや、あの、メインのはしご3回ぐらいオープンしました。すいません、ボタン押しに行きませんでした。メインのはしごを往復するって意味わかんなくない？あ、メインじゃなくて。いや、宿舎前通路に、宿舎前通路の扉が全部開いてたから、ミーティングに誰かいるだろうなと思って、待ち伏せされたら怖いなと思って。あ、ミーティングのはしごだ。あ、ミーティングのはしごだ。それならいいや。ってことは？メイン付近にテラゾーがいて蓋してて、でその上に俺もところにも誰もいないっていう形でございますね。はい、多分ね。よっしゃ、オッケー。ちはーや、まあこの弁当タスクでごちゃごちゃ無理かな。そんなに弁当使わんかな、わかんねえ。パタサコだお前。早っ。あ、ようこ死んでる。マジか。やばい。マジかよ。かわいいでしょこれ。早いな、15秒って。シリアルキラー。やべえ、何振り構ってねえ。やべえ、何振り構ってねえ。どういうこと？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 トリッピーいたな。トリッピー、トリッピー。2人からキル入ったの。え、フルポンさんは死んだよね。フルポンさんは死んだ。トリッピー、トリッピーっていう。どういうこと？トリッピー、トリッピー。ダブルキル、ダブルキル。キルされてるか、もしくはフルコンさんとつながってる人で、フルコンさんとトリッピーが同時にキルされたタイミングでトリッピーが持ってるペダル。多分2回死んだ判定が多分発生した。多分あれもこんなに恨まれるまでおらんやろ。自殺もあり、どっちにしろトリッピーが多分キツネ濃厚だよね、つまりは。いや、でも自殺だったら配信者、自殺だったらだって占い師が今言うでしょ、絶対。だから自殺ではないよ。だからインポスター陣営がトリッピーを殺したんだ。で、トリッピーでフルコンさんが背徳者で弾けたっていう。あ、分かった。トリッピー。あり得るわ。トリッピーね、初手メイン脇で俺と一緒に湧いて、で、俺の方にキビスを返してきて、シャワーの時に俺に体をすり寄せてきてたから気持ち悪くて逃げて、アーカイブの動きで中村さんと合流してるから、多分配信者にしようとしてたのかな。配信者にならないか。で、砂爪さん白だと思ってたから、右の昇降機を砂爪さんが直しに行ったから左の方に行ったら誰もいなくてもすでに解除されてたのね。あ、俺が直したって言われたんだ。寺戸さん直した。で、そうするとトリッピーの動き的、あ、でもサボ直せないのか。じゃあ来ないな。じゃあ砂さんじゃないわ。でもトリッピーは右側にいる。あ、でもメインでも直したのは俺で、一応言っとくけど、右直したのは俺で、砂さんは直してんだと。今回はムツーさんが直したので、フルコントリッピー殺人事件はムツーさんは関与できない、砂試してんだ。だトリッピーの死亡推定位置はメインホールの、まあ、あんまわかんないわ、ごめん、残してきてるから。あ、でも弾けんの俺、寺蔵と千早さんその辺やったら弾けるかな、多分近郊宿舎あたりやから。寺千早弾けて、うん、僕エンジン宿舎通路途中だけど少なくともいなかったの。だから多分メインホールかエレクトリカルかシャワールームあたりなのかな。エレキはいなかった。エレキ診察かもスラウンジって。あ、ごめん、声切れてる。ダメの声。あのね、9時だから切れてた。大丈夫、今伝えてる。これでも割と、まあ、ヨーコ落ちたからインポスター釣りたいね。釣りたいね。あ、バケヤヨーコ落ちてるから
落ちてるからな。いやでも弾けたってことはそこに2人容疑者いるんちゃう。更新しよう。あよう分かってるよな。あお前そうだろうな。ボタン押せに行かなきゃいけないんだ。ああよし。またそこに殺されたんだけど。おもろ。うん、すげえ。行かれましたよ。パクパク行かれましたよ。こんなに恨まれるマットメイトおるか。もらいや僕本当に2回殺されましたからね。そう。2回死亡演出出ましたよ。すごい。幽霊で俺殺されましたから。死亡演出2回出んねや、トリッピーして。出ました。しかも2回目の死亡演出幽霊でした。幽霊が殺されてる死亡演出あんねや。すげえ。それ見たいな。めっちゃレア。めっちゃ見たい。マットメイトなのになんか知んないけど、インポスターに2回殺される。おもろ。めっちゃ見たい。許されないな。ね、おもろかったけど。あ、俺はね、タスクせなあかんね。そう。そう。なんか上でやってんな。ちょ、見たいけど、タスクもせな。まあ、んなタスク、うん、死んでますよ、やってんやろ、みんな、多分。あ、人数がいるぞ。おー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 え死んだ、なんでナイスね。んあれドーナツさんも死んでんじゃん。なんでそこにあれなんで死んだ。これあたしってやばい。何があったの。ナイス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 。何で死んだ。あたしは死んだ。死んだ。やばい。どういうこと。どういうこと。いやあのムツさんが殺されて俺キルしたんけど上京子くん来ててキルされたんよ。ああそういうことか。いやそこやばい。あそこやば。もう消滅連鎖だったんだ。今何で買った。終わりだった。報告すればよかった。報告すればよかった。そっかマットメイト残ってること考えたらダメなのかあそこ。いやマジか。マット死んでる。マット死んでる。今何で出てるか。マットリップ。リアクタ。俺がまた鎖骨起動させちまったせいで船がこんなことに申し訳ねえ。そんなに死んだ。頭を改造されてしまって。サボ。全員行くべきだった。俺のせいで。え、トリッピーなんで2回死んだの？俺なんか知らないですけど、うん、バクユカとハタサコのそのダブルインポスターの近くにいたんですよ。うん、まあ、多分同時にキルボタンされたのかな。バクユカに殺された後にバクユカに殺された後に幽霊状態になるじゃないですか、うん、その幽霊状態の、うんうんの演出でまたハタソコに殺される演出出ましたね。じゃあ身内に2回殺されたのか。そう、それで俺マットメイトだからな。マジで泣きそうだった。かわいそう。やば。全員に殺されてるよ。伸ばすという立派な役目がね。七子大丈夫です。おーもしもし。おおでかい。おおでかい。すいません。ごめんなさいお待たせしました。でかい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 めっちゃでかいぞなるこっちで調整するから下げる下げるこれどれだ7個俺も下げますだいぶ下げるわ黒いな7個オッケーオッケーあ7個さん下げたら一回確認したいな喋ってくださいうんもうすんちょっと喋ってはいこれでどうでしょうこんなもんであちっちゃオッケーめっちゃ下げちゃった7個あオッケーじゃあちょっともうちょい大きくしますもうちょい大きくしますこれからまた大きくなるごめんなさいもうでかい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 もうちょいだけ小さくしますもうちょい小さくしますごめんなさいもうこれでなこれでなはいカニ来るなでけこれでこれはいはいはいこれで生まれてんのよなまあまあいいでしょじゃあやっぱ小さくしようもうちょい小さくしようちょっとだけねちょっとだけちょっと小さくするねちょっとだけあちょうどいいちょうどいいちょうどいいもうちょい小さくするねマイナス6デジベルまだいいよもうちょい小さくするね七子さん今22まで下げたからねあいせこれで大丈夫ですかはい大丈夫ですはいありがとうございますじゃあボリュームは下がったじゃあ七子は役職は OK ですかはい、大丈夫です。バッテリー頭に入れてきました。いやさすが人じゃあ言ってください、今。では、では。まず、クルー7人、シェリフ1回、あのシェリフ1人、占い師1人、占い師は4回タスクがやったら占うことができる、モーフィング1とシリアルキラー1人、はい、シリアルキラーは15秒のキルクールで、40秒以内にキルしないと自分が亡くなってしまう。で、第3陣営に陽子と配属者がいると。はい、大丈夫です。バッチリです。完全に。あの徹夜で出てきましたもう大丈夫です徹夜でじゃあ行くよー勝手に山やってねはいお願いしますはいお願いしますお仕事お疲れ様お疲れ様ですお疲れ様でしたお疲れ様でしたご主人様はい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 クルーメイトクルーメイトあ、僕らの役職出るんだじゃあ
桃田さんで、ちなみにね、音がでかい小さいと、あの割れてるはマイクの入力の問題だからね、こっちで音量下げたからといってね、割れが治るというわけではないんですよね。はい、なので音量の調整はできるんですが、音が割れている場合は、こちらで制作しても割れている音が小さくなるだけなので、そちらの方は配信者の方で直す必要があるというような感じになっておりますね。これあっ、ああ早いね、早いね、あれ、あ、しないか、早いね。とですね、パンをつけてる人、あ、平野さん、パンか。結構、いや待って、待ってください。フルコンさんもクロワッサン、いや、本当だ、全然それつけてる、体にはつけてね、ただ好きをアピールしてるだけやから。あ、でも二択か。じゃあ二択だな。フルコンさんの白出せる、俺はただ家で食ってるだけやから。待って、グッチとシャワーで停電中一緒にいて、はい、いました、停電してたんだ。だからあれ、停電してたんだって。黒いか。あれ停電してました。そんな顔してもわからないわけないよな。暗かったな、タスク中でした。暗かったよな、みんな。真っ暗だったな、今。本当に何も見えなかったぜ。本当に来るなんですけど、タオルやってたんですよね、ちょっと。タオルやってて、タオルやってた、タオルやってた。あ、なるほどね。集中してた。はいはい。諸説ある。でも、まあもう一つ考えられることは、そのハタシャンが見てたのは、もしかしたら俗に化けたモーフィング、あのパンだから目立つだろうと思ってモーフィングした人がいる可能性もあるかもしれないような気もする。まあね。ハタさんもどこで見つけた？パンだから目立つだろうなんて。ハタさんの死体は？すごくないだって。貨物からラウンジに入る。あの階段のところくらい。そんなとこなんや。そんなところ。停電直しに行こうとしたムツさんを切っていく平さんのような人がいたって感じ。それとすれ違いました。まあモーフィングはありえるよね、普通にね。まあそこら辺バケウカもいたけど、バケウカは。僕はね、タオルを集めて最後シャワー室の奥にいるね。奥のシャワーカンカンのところに。あ、そうか。ああ、そうか、そうか。バケウカ最後に見たな。確かに。そこ絶対に切ったって言えるのかこれ。絶対に切りました。ハンガー？俺自信ありそうだぞ。ヒラどこにいんの？じゃあシャワー浴びた後メインで。ん？俺今はどこ？俺シャワー室にいる。シャワー室にいる。グッチともあの停電になる前は会ってる。シャワーのどこにいんの？最後。シャワーのどこ？シャワーのあのなんかくぼみの中。くぼみの中。くぼみ？くぼみ。あれくぼみの中って今ちょうど。弁当すか？あ、でもバキューカが裸のいるって今言ってたけど。そうだね、今バキューカ天が繋がっちゃったね。おい、怪しいな。あれ俺じゃないよ。でも霊界のムズさんに謝るんだな。ちょね。これであら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 エッチなんだから。もしかしてすり寄られた？めちゃめちゃ黒かった。黒かったなぁ。愚痴ももバケかな、いたのは。これワンチャン占いしないかな。タスクを4つ終わらせるとビヨーンって出るのよね。今何個やろ俺。1、はい。ガチャガチャやんのなんか効率悪いよな。4つささっと終わらせて自分が占い師かどうなんかっていうのを見たいよね。俺もこのままやるわ。7、4、5。ああ、もうこれか。ああ、ガチャガチャタスクは砂ザメ、エレクトリシャン、砂ザメ、プルーンあったっけ、あるな。エレクトリシャン、砂ザメがいて、これ6やったな。せやな。あら、おい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 、現行犯、現行犯のようですよ。現行犯なんだ。はい、砂ザメさん、砂ザメさんやってましたよね、今ね。ちょっと待って。あ、でも待って、砂ザメさん今つったら負ける。あの陽子死んでないから。そうなんだよ。砂ザメさんはいつか殺そうとする、いつか殺すんだけど。あ、なるほどなるほど。一応可能性。泳がしといて陽子殺すまで殺さ、生かしとくしかない。ちょっと待って、マオシ陽子っぽくない。砂ザメさんなの？めちゃめちゃ砂ザメさん。陽子っぽくない。違うとしか言えないんだけど。うん。はい。状況を。単純に、フルコンさんとエレクトリカルで会いました。ああ、ね、停電が終わった後ぐらいかな。でメインから、あとアーカイブにタスクがあったから、メインでシャワーあって言ったら、
は死体だって言って、うん、あの押そうと思ったらドアがプシューって開いて、うん、なるほど、あー、ボタンを ボタンを押そうと思ったでしょ、ボタンを押そうと、その耳その耳、ボタンを押そうと、テラとそういうとこあるぞ、あ、言葉狩りだそう、言葉狩りだけど、で、あの、もうこれが事実です、なのでグッチ目線は、キルした後ドアを閉めて逃げていく、ちょっと今その話どうでもよくて、ちょっと僕話したいことどうでもよくはねえぞ、どうでもいい、そうそう、後輩のくせに、砂田さんその話遮りやがった、真央さんが、真央さんがフルコンさんの脇って言ってて、なんか、フルコンさんってさ、キッチン脇だった？え、フルコンさんの脇についてなんか知ってるんですか、マオさんって。マオは俺の脇痩せ。どういう関係なんですか、マオさんと。脇と。マオは俺の脇痩せ顔に出るの趣味よ。それは別に。怖いよ、もう全部怖いよ。ちなみに、あ、はい、あの、ちなみにあのドアが開いた時に誰がいたんですか？僕と口なざめを目撃した人が何人かいて。グチプラスです。グッチは砂ザメがやったと見えたと。はい、グチプラスです。で、グチプラスプラスの方もそう見えちゃったから。もちろん、もちろん。しかも、今やったらまだ、ヨーコタスク終わってないと思うから、釣り毒やと思います。あ、本当だ、おっしゃ。あ、じゃあ、トータスさんも言ってほしいんだけど、切った瞬間を見たっていう感じ？見てないです。踏んでる瞬間。待って、今、だってインポスター1釣れてんだから、砂ザメさん釣ったら、ヨーコ勝っちゃうから、ダメよ。あ、まずいんじゃないかこれ。うん？え、負けたくね？そんだけ上空を来て。ああ、大丈夫やった。ん？ってことは？あれ？ってことはどっちか違ってたってことか。砂、ひら。はいはーい。お、はいはーいって、あ、ちいちゃんか。ちょっと待って、間違えた。あー、ごめん、サボっかー。めんどいなー。よ、配線しちゃえ。ピッピッピッピー。ちいちゃんおったね。ん？ちいちゃん、ちいちゃん、ちいちゃん、ちいちゃん。誰も来てへんやんけ。やれよ。ほんま仕事サボるやつ多いな、この村は。あ、いいボタン。ありがとうございます。なんか終わったかと思ったわ。砂ザメさんがマットマットか、マットメイトじゃないですか。普通にぬれ衣か。ああ、あれ、ムツさんって生きてました。マットだからその場に残ってた、居残ってたってことの可能性もあるね。マットで居残ってて容疑をかばった感じだけど、え、これさ、あのインポスターもう一人倒しちゃった場合にさ、ヨーコがタスク終わってなければクルーの勝ち？それともクルー、あ、勝てんのか。今一生懸命タスクしてた人怪しいんじゃないですか、じゃあ。確かに。トリピー？俺、やってないよね。トーダスさんとグッチー分かると思うけど。グッチプラスはトリピーを壁に追い込んでました。全く別に疑ってるわけじゃないんだけど、貨物の金庫の右でバタバタしてたテラゾーさん、あれ何してたの？金庫タスクやって出て、金庫やタスクやって出てきたら、七子が金庫タスクに来て、金庫タスクをするでもなく俺についてきたから、殺されると思って逃げた。バタバタしてたんじゃない？バタバタしてたんじゃない？バタバタするよ。バタバタに関してはどうなん？バタバタに関しては七子が来たから、七子は殺さないでって思ってバタバタ。バタバタしても殺すだろ。逆に白いわ。そこで殺さなかったの？いや、わからん。七子じゃないとすら思ってた。だって七子喋んなかったんだもん。あら。ああ。喋んなかったよね。沈黙の七子。え、七子目線は寺蔵どのぐらいバタバタしてたの？ね、あの二往復、右に一回行って左に。金庫の上を二往復。あ、二往復はまあバタバタだね。いや、そんなにしてない。絶対そんなにしてない。いや、寺蔵。え？インポスターしてる。インポスターだったら。どこ入れたんだ？寺蔵どこ入れたんだ？
インポスターだったらキルはしてると思うから、あ、だからこれ俺も殺されてると思うから、インポスターではないと思う。ただバタバタした人には見える。7個は何、死体を確認しに来たの、あの動きは。怪しくない。違う違う違う、あのコミュサボ中だったから。俺絶対殺されると思って、あ、もうもがいても無駄だと思って左右にバタバタした。なんか本当にもがいてそう。そう、あのね、この話はこれでおしまい。はい、あのこの村そんなに行動センサー通じないからね。意味な行動みんなするからね。それな。それな。そうなんですよ。行動精査釣り、タスク釣りはなかなか難しいですよ。この村は浜岡。タスクは頑張る。はい。浜岡に。マオフルコンだ。怖いよ。怖いわ。今日の働き声。今日やばい。今日の働き声だ。怖いよ。やめよこのバナナ。怖いって。ああ。熟してないバナナ。怖え。片付こ多分白いんだよ。お前のせいだぞ。お前がちゃんとキャンプで見守らないから。青緑。お前のせいだ。お前がちゃんとちょっとキャンプで見張ってこないからこうなっちゃったんだぞ、片付こは。あ、でもちゃんと直してる。直しました。それはやるんだ。じゃあ陽子陣営。陽子か。陽子ではないと。ね。ね。赤、青、青、緑。フルコンさん違いそうだな。バッチリ。わあ。これは白い。ほえ。お、白いです。桃次郎されたこれ一人順調です。絶対一人は多分インポスターは一人残ってるね。全然順調じゃありません。そらそうや。え、あのさ、スナさんがさ、ほぼ格になったのってグッチとトータスです。トータス、その二人が見た時、スナザメさんがやってるやつを見たわけではないの？じゃあ死体の真上にはいましたね。でも真上にはいてた。踏んでた。死体を踏んでました。これあのしがない一人の意見なんですけど、グッチ初手で停電になってましたみたいな、ちょっと怪しい発言したじゃないですか。いや、その点に関しては証人を用意しております。千早さんお願いします。証人かも。呼ばれた。代理どこで打ち合わせした。千早くん、逆転裁判始まんの？静粛に。千早くん喋りなさい。はい。あのベタクルリンクの仕様で最後喋れますよね、近い人と。うん、ああ確かに確かに。はい、そのタイミングで確かにグチツボさんはシャワーのタオルのとこにいらっしゃいました。そうなんですよ。それは間違いないです。声の聞こえる範囲にいたと。うん、なるほどなるほど。はい、なるほどなるほど。なのでシンプルにタオルタスクしてて、それが何の白要素になるんですか？タオルタスクしてると停電って気づかないじゃないですか、やっぱ。はいはいはい。そうか。タオルタスク割と見える方だと思う。あれ？今回はまあそれでヒラ君が最初釣られましたけれども、まあトータスさんがもしマットメイドだった場合、グチツボインポスターじゃないんじゃないかとトリピーと同じように思うわけですよ。はいはい。もし仮にそれでトータスさんがグッチに俺マットだよっていうことを報告したとしたら、スナザメさんのキルを二人スナザメさんにキルをなすりつけることができるのじゃないか。なるほど。でもスナザメさんが濡れ切りだって、砂爪さんが死体の上に立ってたって2人が言って、砂爪さん違うんだったら違うって言うじゃん。でもそれは違うとしか言えないよとしか言ってなかったから。でも平君と砂爪さん釣ったのに2人試合が終わってないのおかしくないですか？じゃあ砂さんはマットやったかなんかで、シャワーの下側に逃げてる犯人がいてるっていうことと、トータスがシェリフでやることを言っておきます。なるほど。あら、本当にシェリフ？あ、またシェリフ。まあ4人死んでるんで何とも言えないですけど。強いけどな。あ、じゃあ信じようかな、シェリフは。シェリフは、グチツボのボタンも白いしね。なるほど。はい。あ、はい。くそ。メタルだ。くそ。トリッピー白。面白いな今回のトリッピー白。配信者の可能性は全然あるよな。あるね。配信者の場合はだってインポスター殺したいもんね。うん、あ、殺しちゃダメなの？いや、うん、殺したいでいいんじゃないかな。もう終わらせたいから試合をね。配信者、背徳者ね。配信者って全員言ってんな。俺のタスクが進まねえぞ。これで位置進むかとうとう。俺連続タスクばっかりやっちゃってるのか。せやな、右上のあのプルーンもそうやし、ガチャガチャも途中で終わってるし、あーそうか、占い師であることを分かるためには単体タスクをバチバチやっていった方がええんかな。あー、左が上がるの見ましたよ。左が上がるの見たよ。ちょ、あのガチャガチャやっちゃうか。でももう時間がかかるタスクばっかりやってるわ。あー7個、はい、宇宙7個、7個で7になった。グチって喋れないんだよ。え、死んでる。ええ、あれ、ハタサコ、ハタサコ、そんなことは、それはおかしい。やべえから殺された。ハタサコ。どういうことだ？
あの、あたさこの情報出る？出るんだじゃあ。初めメインにいた気がする。初めメインいた気がするところじゃなくないですか？ななこさんめっちゃ喋ってましたよ、はたさこさん。うん、だから初め、あのど真ん中のところで、あのど真ん中のところで、はたさこが、こう、お前なんか最近ちょっと今日雰囲気違くないって言ったら、あの、俺別に何も違くないっすよって言って、違う、もうすでに違う。あの、え、あの、女性の方向かってって、で、ななこさんは、マオシーとトリッピーがエンジンのところでイチャコライチャコラしてるのをカメラでずっと覗き見してました。カメラずっとカメラついてました。確かにすいません、あのトリッピーには伝えたんですけど、僕ちょっとあのすいません、あの、ね、才能が開花してしまいまして、はい、あ、お占い師だ、占い師と申しまして、今、はい、占えるんじゃないかな、ちょっとあの狐っぽい人みんな今占えんの、なんか左下に出てるからわかんない、うん、で、なんか知らないけど、フルコンさんのアイコンだけひげしか映ってない、怪しい、怪しい、怪しい、でもそれあのテストメレンの時も確かそうだった気がする、俺の本体がひげだから知らない の前にあの畑底の死体の位置を聞くのはどうでしょう、あ、8番だよ、8番、エレキの8番で、だから俺は展望で停電直すのを見た後、左上が上がるのを見た後、誰かが直してくれたんだけどね。で、キッチンセキュリティで、セキュリティあたりで七子と出会って、エレキの8番で畑底を見つけてるので、俺からすると七子めっちゃ怪しくなる。だから他の人も出てきて。なるほど。はい、すみません、いいですか。はい、どうぞ。8番ってどこですか？エレキの、ぐるぐる回るなんか、真ん中の上。前、うん、真ん中の上。エレキの方から七子が来てるってことね。はい、そう、エレキから七子が来てて、それとすれ違ってエレキに見つけてるから。それと交差して。そう、交差してやから、俺からすると七子は怪しい。これごめん、七子占っていい？占うね。やだ。いや、でも畑底とさ、あんなに会話してたのに。今は無理やな。でもあんなに会話してていた気がするわ、ちょっとね。おかしいよね。印象もう、そこに映っていいと思うんだけど、俺。だよな。だね、陽子ケアもあるからな。ああ、そう。あ、でも陽子の場合はキル取れないから。キル取れないから。七子がインポストやったら、本当に知っちゃうと、あのカメラ見てたのは本当なんだ。水色の人がいた。だから千早さんか寺蔵さんがどっちかが金庫にいたはず。色際どこれ。これ際どいねん、この2人。そう、これ終わったら7個裏ね。はい。OK、分かった。今度こそ終わるんじゃないかな、これ。じゃあ。まあいいか、はい、とりあえず本でもしまいます、はい、本でもしまいます、やります、やらぞうじゃん、やってっつってどっか行ったなあいつ俺にタスクを丸投げして、テラゾはどこかへ行きました。5257、さっきタスクで、あ、ありがとうございます、はいよ、5257、やってくれー、はい、うん、なんだって、やっぱ七子じゃねえか、やっぱり七子じゃねえか、あ、配信者にちょっと待って、あれ、とりあえずあの七子を周りにつけるとして七子の目をもうすごい勢いでミニの弁当に入っていくのを見てしまったから違うね、あら、あとはあのじゃあ俺つるんか、俺つるんか、活動陽子が頼んか、俺つるんか、まずいぞ、七子さん占ってインポスターでした、だよな、でもどうすんだ、嘘つきよ、陽子勝っちゃう、ごめん、あと今占ったの七子じゃないんだ、どこで死んだ、リアクションゲーム後半ですか、ゲーム後半です、あの切るところも入っていくところも見てます、ああ言いながら入っていったら、ああ言いながら入っていったならもう絶対だ、ああ言いながら、でもいいですか、占い師って占いできないの、占い師で僕フルコンさん占って白でした、そう、なんかフルコンさんしか占えなかったら、なんかボタン押せるのがフルコンさんしかいなくて、それね、多分ね、あの占いはね、占い師になってから一緒にいてた時間がある程度たたんと、その人占いやんかと、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、結構むずいね、それじゃあ最強ってわけじゃないんだから、今でもちょっと見せ場欲しくて、七子がインポスターって嘘つきました今、うん、まあじゃあみんなでよく探しましょうね、すごい、でも七子さんしか入ったとこ見たから、もう七子がラストインポスターなのは確定、うん、確定、はいはいはい、え、七子相方誰、相方は平さんです、平、言っちゃう、なるほど、死んでるな、言った方がいいよ、こいつでもうようこ死んでますよ、いけません、ヒーン、確かに
でも配信者が、いや、グッチ粒怪しい、急に怪しい。え、いや、怪しいよな。悪い確率じゃないっすよ、全然。怪しいよな。グッチ粒急に怪しい。え、危ねえだろ、絶対。いや、でもね、確かにね、そこまで。ようこね、矢印見えてるから、なんか、あー、でもそうか。されてない。釣らないといけないと思う。生きてると思う、多分、相当。だって、あの、だって、初手でもう、あの、一人落ちてるから逃げんの超楽だよ。もう釣ってこ、そう、やつがインブスター分かってんなら、インブスター分かってんならフルオープンがいても役職トリピー来る、はい、来る、グッズも来る、来る、チャーム来るです。でそうなるよ、怪しいね。はい、いいですか、千早から。陽子って確かあれですよね、サポ直せないですよね。うん、サポ直せないですよね。今寺澤さん左直せたフルコンさんだから、寺澤さんは違うんじゃない。うまいなぁ、うまいなぁ。そうなんす。うわ、ぐちっと釣られてるし。なんでだよ。そういうことなんすよね。配読者はああいうプレイが必要ですね。ぐちっと釣られてる。いや、素晴らしい。あ、怪しいからね。さっさとタスクやろう。でもトリッピーがタスク1なんだよな。トリが。さっさとタスクやろう。トリッピー死んでんだからタスクやれよ。結構みんなやってたぞ。これこっち、ブンブンこっちがあるから。ドビ、助けやれお前。ナナコさんが、うん、ナナコさんがシリアル。おい。おい、助けやれ、トリッピー。トリッピー。あ、6じゃない、5、これ、はい。うん。6アンド7、はい。あし、ミーティングで終わる。お、なんかタスクの数の表示今全部終わらせていったってこと。私がポスターのどうせいね、この状況。おお、なるほど。道連れは起こってないです。そうだね、やばい、道連れはトリピ。もし次占えないじゃないんじゃないじゃない。もう1回しか占いないから、もう役立たず俺は。あ、そうか。コスは、でも配読者の方がもう死んでるパターンはあるから。あ、もちろんもちろん、先に死んでるパターンはある。ちーちゃんの理論でさ、なるほど、マオシーは、まあ、占い師弾けるわけでしょ。で、トータさんシェリフじゃん。シェリフ、あと、テラゾーサボ直した。あ、じゃあ、七子さんインポスター。でもね、千早さんがそれ言ったから。今までサボ直した履歴がある人、とりあえず、トリピ気づいてるかも。それ以外のとこからつっていけばいいんじゃない。なるほどね。それが残ってるのが千ハトリだけなんで。千ハトリ、千ハトリ。そう、実践でもうトリピで。ああ、大変だ。え、七子モーフィング？七子モーフィング？違うよ。シリアルの方？シリアルだよ。シリアルやばいじゃん。じゃあこれ、そろそろやばいな。タスクやりきってもダメなんだよね。陽光生き残ってるとダメなの？陽光生き残ってたらタスク終わっちゃうと、陽光がタスク終わったら負ける。ああ、じゃあダメか。でも釣りに行かなきゃダメなんだ。じゃあ多分なんだけど、俺もういないわ。陽光？千早さんは見えないもんね。俺で違うから。で、俺釣ってもう無理だったら七子さん釣ってほしい。いや、すんごいわかる。ああ、なるほど。え、でもその発言白いから、もう7個を殺したい。なんなら、いや、7個さんいたじゃん。だったら次のターン、トータスさんに俺切ってもらうのがいいよ。そのターン、トリッピーか、チャーさんかどっちか釣って、次のターン、トータスさんに俺切ってもらうのが一番。いや、切られようとしないじゃん、7個さん、シリアル。いやいやいや、それも7個さん、チートコード使う、チートコードでもう、そう、会議中に。いや、お前さん、すげえな。なんで自信ボタン押すと思ったんだよ。あ、まだ押してない、俺も多分押してない、まだ。あ、そう、だから寺蔵さん押せるんだったら、そうだ、うん。なんで、なんで。じゃあ、結局ここで俺だってトリッピーつないで勝つのも。おかしいよ、七子さん進行は絶対おかしい。ちょっとやばい。マジ考える、マジ考えるし、これだから白いのはトリッピーが白いっていうか、トリッピーが配読者かなと思ったから、千早さんの方だったから。七子進行。いや、でも、ちーちゃんは、じゃあ、もう七子さん、シート使おう、シート使って、もう5人殺そう。残りの候補で、僕かトリッピーですよって言って、ボタン押しに行きますって上に行ってたの。千早さんね、寺蔵さんとかをね、白に出したんですよ。候補絞ってんすよ。あのね、みんなね、最悪のパターン、じゃ最悪のパターン、みんなね、見逃してる。トリッピー千早で、ヨーコ配読者のパターンがある。ボタン押さえでしょ。千早トリッピーの、まあ俺は一旦ちょっと、俺七子さんも押すわ。そのトリッピーにいるんだけど、あ、そこ？あ、終わっちゃった。ああ、ヨーコの勝ちだ。そんな七子釣りに行っていいのかよ。危ねえじゃねえか。ヨーコ生きてた。出てらそう、なんだあいつ。いやー、ナイスー。高いな。ナイス。
ちゃんと負けてるやん。いや、ちいちゃんナイス。やったー、うん、ちゃんと負けた。最後気づきかけてたんやけどね。ああ、そうそう。わ、うまい子。そうそう。めっちゃうまい。ナイス背徳者ですよ。ちはやさん。うわー、うますぎるわ。あのプレイ、うますぎるわ。ちはやさん、ファインプレイだわ。サボナイスの話、そうそうそう、信じちゃうわ。ね、いや、あの、最後、俺が、俺とちはやさんで、あの、リフトになった時に左側行ったんだけど、寺蔵さん、じゃあリフトを左お任せしますって言われたんだけど、俺直せないから、ちはやさんに入って、そこでぶつけて、あうまい、両方うまいわ、じゃあ両方うまいわ、そのラインをやらない、追わないといけないのか、両方うまいな、それすごいなんか温存してたよね、結構ね、そうやねってことは、うん、背徳者温存してたよ、温存してた、これうまい、まあ、両方うまい、ぶつけた方もうまいし、ぶつけられた方も、背徳者ってさ、無限に増やせるわけじゃないの、うん、それだけだよ、無限に増やせるわけないだろ、わけないだろ、わけないだろ、俺だからもうここで宗教作るな、いっぱいいるもんだと思ってた、そういうことか、なるほどね、はい、結構みんなでエンジンルームで湧いた時に、湧いた直後に取りタスクしたりしてたよ俺、ああ、うんすって、あ、取りタスクね、なるほどね、あの取りってなんか意味取りあるじゃん、うん、あれ、あのところにタスクがあるんやんな。あ、いや、そうなんだ。ああ、じゃあそれ見られたら終わるのか。なるほどね。そうなんだ。そうなんだ。知らなかった。面白い。それ見られたら背徳つけようと思ってた。うんうんうん。賢いナイスだね。見られなかったから。ナイス。だから霊界から見ると寺蔵さんが金庫室の鳥居にぼったちしてたから超怪しくて面白かった。本当。誰もあんなとこ来ねえんだよ。ね、そうえ、鳥居のタスクってどんな感じなの、あれそうそう、あのね、5秒間ぐらい鳥居で待ち時間があって、あ、シャワーみたいな感じで、うん、途中で終わっても継続されないから、あのタスクやり終わっちゃうとまたもう一回ダウンロードか、あー、なるほど、結構大変だな、じゃあ近づかないでもろって、鳥居に近づいてる人ヨーコだと思うんで、ごめんごめん、ヨーコってタスクしたら何がいいんだっけ、タスク終わらさないと勝てる条件、うん、勝てないんだ、はあ、なるほどね、あの試合が終わった時点で自分のタスクが終わっていれば勝ちやから、なるほど、了解です、はい、いや結構むずいな、じゃあ行きましょう、強いでも、はーい、はい、お願いします、いや悔しいな今の、よっしゃー、いや強かった、トリッピーしよかったんだけどな、勝ったと思ってこんでた、ナイスナイス、よかった最後、すごくすごくよかったね、まとめてこい、ちーちゃんが上手だった、来い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 来あのお願いします、僕もなりたい、はい、上がりました、このターンヒラ君が、あ、誰々さんサボやってましたよって言ったらもう信じらんないよ、私はもうあの話は通じないやろな、つかあれか、サボ直すのも大事なんだな、きっと鳥監視係やるか、うん、そうそう、サボ直した人確認するのもそう、サボ直しましたって、そうですね、それでやっとくの大事、ね、サボ大事なのか、そうなんだよね、サボ直ししよう、あ、いいね、あれここに分かったっけ、ああ感じで湧くんだ、ね、10か、俺覚えれない。俺覚えれない。ペペペペ。あいつ。ネタトマができないと。はいはい、うん。で、鳥がいる。え。ちょっと、ちょっと入ってこ。怖いわ、そろそろ。キルされそう。あ？オッケー。やっほーよろしくな、よろしく、あ、よろしく左にトリッピーおるよ、あ、やったお、よし、よし、テラゾーだ、お、もうトリッピー死んでるよ、うん、あ、マジ、マジトリッピー、なんか、あー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 、
じゃあロラしよう。ああ、クリスさんと じゃあうるさい方を次ましょう。うるさい方。そう。あでまあまあまあどじゃあこさんと弁護のあの砂染さん。あまあまあどっちあじゃあのムツさんとバッケユカが上に上がってたじゃないですか。上がった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 。でそして自分も後に続こうと思ったら下からひょこって弁当で出てきて。うん、でわわわって言いながらはしごを上下して逃げてたら、うん、その間に真央くんを切ったのかな、奈々子さんが。奈々子さんは左の昇降機の近くで真央くんの死体があります。で、うんうん、私はそのまま上に逃げてボタンを自ら押したっていう。これじゃあ逆に奈々子はどうしてたってこと。はい、奈々子さんしての話をするけれども、あのキッチンぐらいであのフルニキと出会い、出会ったよ。でそのままあのリアクターが鳴ってたから、うん、あのそのままあのエンジンホール宿舎前、宿舎前のあのリアクターのところに行ったのね。でもすでに治ってたから、うん、あいいや、じゃあボタンを押そうと思ってガーってはしご上がりましたと。そしてはしごのところを上り切って、ボタンのところで、うん、あの砂ザメさんがあの真押しを切ってると。で今情報で出せるのが、今上に上がったって言ったそのバケリーとムツーさんないよね、多分ボタン前のところに、うんうん、そう、あれそう、テラ、ま、いない、あの奥まで行って、でさ、その話で言うと、マオとはすれ違ってないから、なんかだいぶ嘘くさく感じるけど。ナナコさん、キッチンからどのルートでエンジンルームまで行きました？キッチン、武器庫、エンジンルーム、宿舎前、はい、取ってなくないですか？取ってます取ってないんだったら、グッチの方が怪しくなるのは、俺がさ、あのキッチンです、あのフルニキと出会ったの、フルニキが言えるから。あ、それは言えるよ。キッチンでは。バケユカマオが、ベッドがエンジンに繋がってるんですよね。あってない。それ何の白要素になるんですか、キッチンにあったの。終わる前に真央くんの遺言をお伝えします。畑迫さんが陽子らしいです。はい、証拠はある程度揃ってるそうです。ある程度揃ってる。あれ揃ってるやつが揃わないですよ。内容は何よ。うん、もうねえ、よいしょ、これなぁ、ちょっとボタン押しに行くか。マオ君が鳥で突っ立ってたんだって、ハタちゃんが。で、僕も昇降機の右側で突っ立ってたの見た、ハタちゃんが。なるほど。ああ正直な話。ライボです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 。座教とかいなくなったとか言ってた、砂染さんが。ローラー、ね、あ、まあまあ、まあ、悪をちょっとね、そう悪をでね、あの七子確かにキッチンにもいたんだけど、あのキッチン脇でトリッピーに待ってるから、七子どっちの容疑者にもかかるから、別に釣ってもよかった、うんうん、全然、うんうんうん、あ、そうなんだ、トリッピーがキッチン脇なんだ。トリッピーは12秒前にはすでに死んでいたという情報がバイタルからもたらされております。うん、あ、トリッピーが死んだ瞬間を見てて、トリッピーが死んだ瞬間を見てて、31秒前に死ねます。めちゃめちゃ前に死んでんじゃん。これ砂染さんに言った3票ってあれですか、七子さんと他2人。俺じゃない。あ、砂染さんに入れたの僕です。七子がうるせえのでもう聞きたくなくて、砂染砂染って言ってたような気がして、砂染に一番最初に入れてるのが僕です。なんか理由どうなってる。もう一人出ないですか。もう一人出ないなら、なおかつ七子さんがレポートできてないことから人外だと思ってたので、僕はもうすぐ入れました、うん、で僕は、うん、まああのシェリフなんですけど、はい、入んないですよね。かっこいい。あ、畑作さん、シェリフ CEO はそれはもう確定でいいですか、それは。あの鳥居の前にいたのは僕を、他の鳥居の前にシェリフと言えますか。お、鳥居の前でタスクをしている僕を怪しいって言った人を白置きしようと思ってたので、フェイクタスクしました。はあ、そういうこと。その、でも死んでんじゃん、結局。死んでるね。シェリフの意外はないですかみたいな。他いないのよ、対しては。でもいないなら、まあ、死んだ人が悪いです、それは。まあまあ。まあ、ああ、なるほど、ね。なるほど。なるほど。あ、まあ、じゃあ、一致はするけど、ね。砂染さんを釣るか釣らないかの話、とりあえず。
もう俺は残しておいていいと思いますよ。つらんでいいんじゃん。無痛的にはつらんくていいかなっていう気はする。残り1票出てこないなら、ね、僕らが絶対にその僕らと挟まれてる状態でやるのが結構違和感はあるよね。ね、僕と無痛さんめちゃめちゃ違和感あるし、あとマオいなかったし。そうなんだよな。え、結局3票出てきてないんだっけ？で、最後の1票が出てきてない。じゃあ出てきてないな。そうだけか。うん。寺蔵七子さんのあと2が出てきてない。うん。あとスキップもいたよね。あ、俺がスキップ。その話しようかと思ってスキップしちゃったけど入れればよかったっつ。ああ、そうね。うん、ごめんごめん。うん、七子でいいよって言おうとしてた。タンズリで。じゃああとはとりあえずヨーコ、ヨーコ詰める感じか。ヨーコの真央くんの遺言は何だったの？あ、まあヨーコの前にもう一匹釣っちゃうって手もあるけど。あ、ハタサコトラップ。なるほど。わあ、うまいな。でもそれ言われるとどうにもならんな。うん、俺占い師だったらいいんだけどな。お、うてらざお。お？高級車ぐらいな今日は。一旦俺占い師で覚醒。あ、落ち着こうか。バケユーカ、バケユーカ。あ、バケユーカ、バケユーカ、どこにいる？あ、治った。あ、フルコンさんや。こういうこと、よろしく。なるほどね。うん。ツナさん。おお、すごいな。アモンガースしてるじゃん、これもしかして。そうですね。アモンガースしてるじゃん。ありがとうございます。内房。ちゃんとしてるやん。何やってんだろう。内房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 。僕らさんが陽子系なのか、マスクがない。誰が直したかみたいなのを話した方がいいと思われ。あ、今手で直したんですか。あ、俺パカッと開けたけどね。誰か直してくれたわ。展望台で直したのは平です。はい。真ん中、真ん中だけ上げました。合ってる。やっぱ真ん中さんは4個ではない。やっぱ、隠しろだわ、平さんは。あたす。はいはいはい。真ん中だけ上げましたっていうのは、1個しか黒くなってなかったってこと？そう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 、真ん中だけ。あ、じゃあ1人直したってことね。うん。うん、それを貨物で見てたんだ。背徳者の後出しができるからさ、これをどのくらい正当とかだよね。うんうん、あ、まあそうね。直した人を背徳者にする。今日この議論自分で言ってるからな。うん。うん、ひらっち、いや、要するに今日の今日のこの議論を持ってひらくんに、まあ、背徳者を多分付与するんだろうなみたいな感じ。ああ、それもできるよ。そういう発想。次のキルで突き止められたらもう即釣っちゃって、もうタスク終わらない前に終わらせちゃおう。多分まだ終わってない。結構まだ監視の目が多いから多分トリータスクしづらいと思うんだよね。そうよね。フェイクタスクですら3個ぐらいしかできてないんで、まだどういうこと？フェイクタスクの数お前は自分のタスクしろよ。何なんだよ。使わない鳥居もあるから、あんまり鳥居監視は意味ないなと思っちゃった。あ、そうなんだ。そうなんだ。全部使うわけじゃないんだ。おさらむずいな。そう。4つだけだから、全体多分4つ以上あるでしょ。まだいける。でも結構ここだったらバレちゃうなみたいな場所にもあるの、鳥居な。ど真ん中とかにあったりするもんな。エンジンとかすごい。うん、やばいやばいやばい。どうやってやるんこれ。鳥居に興味津々やな。いやいや、いいじゃん、別に。なるほど。あの、イメトリしてる次、自分が陽光になった時のこと。なんか、はたさこ。なりたいから陽光に。はたさこから妙に離れてる人、ね。はたさこにひっついてくる人は結構信用できるんじゃない？いや、わかってるからな。わかってる。いや、あんまね、シェリフはね、わかんないと思うよ。わかんないかな。あの、シェリフは陽光切ったりしないと思って、俺結構。そうやよな。よっぽど疑わしくない限り、急に切らないもんね、たぶん。急には切らない。全然急に切りますよ。気をつけてください。ジャックナイフ、ハタサコ。やばい、鳥で止まってたら切られると思うけど。まあ、皆さん、タスクの進捗は結構順調ですか？全然、全然数。今4。あ、俺。まあ、ゆっくりやりましょう。うん。ねえ。いや、でもな、でもでもな、でもな、でもな。よっ。さてさてさて、バケユカの声がちょっと小さい気がする。ちょっとキルも通してかね。あ、バケテラね。あ、うん、バケテラ、バケテラ。あなざめさん、俺トリータスクするよ。あ、ちょっと聞いてよ。なざめ。お、どこだ？あ、テラさんぐるっと回ってきた。ん？
どこにいるの怖っ。今鳥居を鳥居やろうとしましたよね今ね。違う今ここ鳥居やるためにいないかなっつってちょっとここ見ましたね。改造しすぎたなぁ。怪しくないっす。直しにじゃあやるよ。今からはいやります。ああ鳥居やるわ。マイナーアップデートだと思った。はい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 。今鳥居やってます。どんな感じですか。どんな感じですかあのねあったけ、はい、うん、神のあったけですか。ああよかった。神のお召し干しを感じるわこれ。神のおぼし召し。ちなみに終わりました。あ、もう一回やろう。やるぞ。レポートすればよかった。レポートすればよかった。レポートすればよかった。あれ？あらら。ムツーさんの証言によるとトータスさんが透明になりバケユカさんがムツーさんを切ってるので、ここすれば終わります。どういうこと？え？どういうこと？もう一回言っていただいていいですか？ムツーさんが生前トータスさんが透明になった透明になったと走りながらミーティングルームに行き、トータスからすればバケウカさんがムーツーさんを切っていたので、トータスさん、バケウカさんの順ですれば勝てます。うん、僕視点の話をさせてもらいたいんだけど、宿舎前あたりで、なんか、畑作子さんとムーツーさんかながなんか話してんなって思いながら、金庫室に入ってて、金庫室に入っててボタンが鳴ってこれなんで、ちょっとどういうことかマジでわかんないって感じです。あれ、畑作さん、どこでどんな感じで見たんですか？はい、宿舎前通路のちょうど右に行くぐらいのタイミングで僕がエンジンルームから上がってって、その時になんかわちゃわちゃ話してんなって思ってた。でもトータスさんみたいな俺はセリフだ。下越え。はい、すいません、下越えます。じゃあ畑坂君、まあ、まあ畑坂君がどうしても俺ついてるに言ったら、まあ全然この人数やったら飲むけど、多分あの死体が1しか出やんはずやから、俺が陽子じゃないからね。まあそうやな、ちょっと釣ってみて判断しよう。畑作さんの時系列知りたいですよ、ね。そっからのあの容疑者探してほしいかな。もう、あ、要するにトータスさんが死体が1しか出なかったら、次どういう行動に出るかをもう今日のうち残り時間で話そうと。俺シンプルにあのコックピットから出るときにムツーさんとはすれ違ってないけど、そのまま普通にメインエレキまで行って、うん、で、うん、やって人にも会ってるんで透明になる暇がない。まあそしたらムツーさんの見間違え説になるね。ってなりますね。まあでもインポスターは実際とバケカさんで確定してるじゃん。ようこじゃなくて、ようこじゃないであってくれ。トータスさん頼む。二人死ねばね。ツーは死んでるじゃねえか。確定するんだけど。トータスさん、僕の盾なんだ。あ、僕が口封じしました。ちょっとようこバレそうだったんで。今日はバケカ釣りってことでいいのかな。いやいや、トータスさん。トータスさん、ごめん。トータス釣りね。あの。死に状況を見て一旦待つって感じかな。一人しか死ななかったらちょっと陽子探し、まあまあまあ見間違いの可能性があるので。どうなった、戦に巻き込まれた、どうなったんだこれ。やだバカ、見てしまったばかりによいしょ。で、うん、どうする。もうこれ陽子は無理やな。難しいな。これは押してまだ配得者を配ってないことを願って、で配得者が配られてなかったら、あの一旦バキウカ釣り待たせて、でどっかのタイミングでバキウカと一緒にいて、本当に畑さこバキウカなのってちょっと改めて詰めるとか。今の状況だとちょっと弁解が難しそうな感じがするので、はい。うん、あれ？いや、こっちの方がいいよ。はいはいはい。ん？ああ、右で死んでるのかってこと。あら、はい、すいません、あの気になることがあったんでいいですか？はいはいはい。あれ？ん？ちゃんとどうしました？今誰か、はい、誰か死にました今。陽子配信者が死んでます。平さんが、うん、あ、平さんが配信者が死んだのか。気になることじゃなくなりました。気になることが。わかりました。あ、大丈夫です。はい。あの、はい、あの生前寺蔵さんが、はい、あのなんだろう、ランダム分けする直前に、あははははは、負け戦に巻き込まれちまった、見てしまったばっかりに言ってたのを聞いたんで。うん、はい、うん、はい、ちなみにあの陽子の配信者だったんですよ。誰が死んだの。そういうことっすよね。あー、そういうことか。なるほど。寺蔵さん巻き込まれて。あ、寺蔵さんか。そう、はい、うん、あー、じゃあ陽子ってことになるなだし、そう、ね、そう、トータスさんと寺蔵さん、あの日結構2人でずっともだったんで、それを見ちゃってなんかやたら2人並走してるな、ずっと。じゃあ平地が死んだのって右側ってこと。
右側のリアルマーキングしたところをバケウカが切るしたっていう、でバケウカさんはヒラさんに なってヌーンを、右から左に動かしました。いや、でも、あれミーティングにいるバケウカ見たけど、上がってきてたけど、バケウカを釣ってフルコンさんがマットメイトってオチに見えちゃったけど、どうなんすかね。それは経過さんすよね、とりあえず僕してもやっぱ畑坂さんやんやんやん、セリフだ俺はセリフだ、本当にセリフだったのかこれ、畑坂はないわ、俺はセリフだ、一回来てみないくそー、ようこと協力したかったフルコンさん、ごめんフルコンさん、何もできんかった、すまねーダメだ、できねえ、楽しかった、くせー、いやー、面白かった、いや、畑坂さんありがとう、時にやったって思ったのに、くそむつさんのおかげですよ、これは、ね、いや、もうよかった、最後遺言を渡せて畑坂さんに、いやー、嬉しい、あの遺言さえなければまだ透明だった、ムツがもう全部終わらせた、疑ってごめんね、ほんまもんに、いいんですよ、俺が変なことさせなんで、マジすごい、いや、畑坂だったのもでかかったな、マジで、ちょっとトイレ行ってきて、はい、行ってらっしゃい、はい、行ってらっしゃいです、よっしゃい、なかなか面白かったな今の、もろいわ、すんげえ面白かった、いや、もろいな、よく透明になったんだあそこ、コックピットでダウンロードしてたかもしれないなと思ったぐらいだったのに普通に背徳ぶつけられちゃったよ、あれお前もしかして鳥居からって言ったら背徳に言うなよ推測だったおもろいな心の中で思っとけばいいのにおもろいな、うん、なんか近代史で見たことあるわそういう場面確かにちょうどそこ見てたんだけど、寺澤がトータスお前って言ってまさかトータスが2秒悩んだ後にスッてこうやって配信マジでそんな感じマジ面白い面白すぎでしょいやーなるほどねねえ楽しいなおもろいダウンロードしてるとダウンロードしてる最中に下に自殺って出てきたから、うん、もう自殺したかったそのまま、うん、うわぁ、うん、配信者難しそうだな背徳者かうんやっぱそうどう立ち回ればいいんだ後付けされると、うん、サボ直したらもう難しいよ、ね、あそうか直してりゃいいんだもんな、うん、そう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 、うん、直した人に背徳者を付与すると、うんね、もしかして最終局面って陣外に陣外さん全員スキップに入れてくださいって言ったら4票入ってもしかしてスキップになったりしてない8人だった最後、うん、あー最後あー確かに最後6じゃない6だったと思いますよ最後最後あれだねトータスさんが釣られる時は最後の前か、ね、あでも僕フルコンさん3人あーいやそうかテラゾーさんとテラゾープラスまあそこまで打ち入れられたらワンチャンでもよかったけどあのマットメイト落ちてるかもしれないしねねそうだねうんうんそこがかけない特殊出てるかもしれないし、まあ、だ通るかもしれない、まあ、でもやれることなかったからうん、うんうん、もうなかった見られちゃった出るときに負け狩り投票ってことでいいとか思いっきりわざとらしく言ってんだけどあまり負けるから飲めねえんだよどっちにしろでもタスク終わってなかったらしょ。うん。1個目が終わった時にテラゾーに見られたから。ああ。いや。しゃあないな。いやー、取り結構むずそうだな。難しそう。いや、結構よくむずいと思うよ。多分テラゾーがうまかったんだよな、買ったんは。うん、ね、うん。貨物の奥とエンジンと、あとどこやったかな、金庫の左上は多分ね、誰も来ないから楽勝。ああ。で、メインの左上のど真ん中とかめっちゃむずいよな、絶対。あ、メインとか。メインの左上はね、誰も来ないから、まあ結構楽勝だった。だから、うんまあ、タスクの場所によると思う。そうやな。レッツの真ん中結構厳しいと思う。ついよな、あれ。厳しいよな、うん。じゃあ行きますか。はーい。はーい。はーい。お願いします。お願いします。お願いします。ドキドキ。ドキドキ。役職が欲しい。ドキドキドキ意外とバニラ多いからな。何でもいいよ。そうなんだよな。クルーが何なんだよ。店長役職なかったよ。くそ。あれ。兄貴。お。兄貴。砂ざめさん。
あ、ちょっとごめんなさい。取り押し。これはまあちょっとハイソンかな。はい。想定なんで。はい。中野さん、クルー。よかった。クルーですね。ああ、ヨーコなのに。なるほどね。ああ、やめな。なるほどね。ああ、やめな。やめな。やめな。砂沢いじめのやめな。砂沢さん、ヨーコだったけど。やめな。やめな。クルーだからってガチャしたわけじゃないから、それだけは信じてください。シリアルキラーやりたくなかったんだ。ありがとうね。砂沢だから、ありがとうね。ありがとうね、砂沢だから。ごめん。ないもんね。やりたくない。皆さん、パソコン買おう。ね。パソコン買おう。パソコン買います。タイミングだ。パソコンかどうかわからんけど。はい。買い替えるかなんとかな。どんまいどんまい。じゃあ次が原因なのかよくわからない。あー。お願い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 落ちないでください。お願いお願いします。マジで原因なんだろうな。なんかわかんないよな、でも。ね。で、こいつが変な。おお大丈夫、もう一回引いた。マジかよ。マジかよ。よっしゃー。行くぜ。オッケー。もう一回落ちて。もう一回落ちて。もう一回落ちて。大御堂台。おう、やっほい、おい、愚痴ツーバがいる。10秒経った。経ったぞ。大御堂台。いや、でも、お前、そんなところにいるな。おひらが。おお、祈りの力が溜まってる。思いっきり鳥居の。ひらがね、祈りの力が溜まっていってるとか言ってる。おい、ダメ。めちゃくちゃ聞こえてるし。ひらがね、喋るな、喋るな。静かにやるからな。喋るなはひどい。喋るな。その通りだけど。その通りだけど。いいな。やばいな、こいつ。次やったら釣るからな。祈ってこう、これからも。祈って。さあ、あ、ここに、ここに出るんだ。今、なんか、消えるかのような。ん？魔王。はい。こんなとこにもあるんだ。魔王、もう、あ、こんなとこに。へぇー。OK？ 大御堂台やって、スカンカンカカンやって。占い師の力に目覚めよ、フルコンよ。愚痴壺、無痛、化け床。あ、ちょ、もうカチカチ。カチタオやめて。あ、もうカチカチ。フルムチ。カチタオ。フルムチ。マオ、グチ、ムツ。マオ、グチ、バケ。あ、もうわからなくなってきた。あ、もうわからん。もうわからん。全然わからん。全然的。あ、あ、わわ。ボタン押しに行こうか、そろそろ。なんかいるぞ。あほーい。松江さん、そのまま。あら、いる。おー、白い。おー、白い。これは白い。白ボタン。白木でよし。今、エンジンのタスクやってなかった？トリッピー？え？え？エンジンやったんだね、トリッピー。いや、やってないっすよ。トリッピー、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 やってるわけないじゃないですか。トリッピー、トリッピー、やめてくださいよ、トリッピー。最後エンジンの握ったのってトリッピーやんね。あ、いや、あの前にはもちろんいましたけど、タスクはやってないです。鳥の前にいただけです。最後の瞬間に祈りを、そんなこと、祈りを、なんでそんなこと、これ大丈夫。次の瞬間、クルコンさんが一人でも祈りはいなかったけどねとか。何もしてないのに、俺ちょっとおふざけしただけなのに、ギリギリで押されただけなんです。本当にすぐに皆さん信じてください。僕は無実です。冗談でやってただけなんです。ただ単純に捧げる。トリッピーだ、トリッピーだ。まあみんなやるからな。あのね、トリッピー違うわ、キツネじゃないわって急に。手のひら返すか。ボタン押しに行こう。あたすかにした。あ、救われた。お、早いね。すごい。内部に内部。内部、内部。内部、内部。アモアスか？あのね、やっぱ、アモアスか？見間違いは、トリッピーや。違うわ。ヨコじゃないよ。いいペコよ。ヨコがもらった？早くもらったな！もらった！違う違う。そんなわかりやすいことある？もらったな！わかりやすすぎ！もらったね！見間違い、見間違い。マジで。邪教徒だ、邪教徒。フルコンが邪教徒になっちゃった。今、停電直したのトリッピーだよ。なんでもいいやん、もう。フルコンさん、俺は落ちないからな。俺は最後にやつるからな。
大丈夫大丈夫。トリッピーは陽子じゃないよ。はい。で、あ、結構タスク進んでんぞ。あ、占い師でもなかったね、私は。今回はただのクルーです。はい。この弁当タスクひたすらやったろっか。ほら、あーちょっとくそマップ、はい、マップ、あれ、あ、2人、ね、フルコンさんはね、エンジンのね、あの弁当のタスクをやっていた。はいはい、バッテリーカーはコックピットじゃない？コックピットから、コックピットまで一緒やった。コックピット、バケがコックピット、コックピットかに置いて、そこに入ってったんが七子さんと砂染めさん。ああ、死んでる。コックピットに入ってたのが七子さん。多分どのタイミングのことかわからんが、あの俺すれ違ったタイミング、俺七子さん砂染めさんの順番ですれ違ったやん、コミュニケーション廊下で、うん、その時に中にはバケ床がいてたよ。多分私が七子さんとすれ違った記憶がないんだけど、いつのタイミングだろう。あ、でコックピットに入っていくときに、うん、コックピット行ってるときにはまだバケウカはそこにいてたはずで。うん。とりあえず結局、コメサボの中にいるのが、トータスさんと、ヒラさんで、で、俺が最後に見たのがフルコンさん。待って待って、俺もいる。え、フルコンさんもいてる。ムツーさんも。あ、ムツーさんもね、そう。奥のダウンロードしてた。うん。オッケーオッケーオッケー。うん。そこはできなさそう、トータスさん視点で。うん。この2人は無理。あと、そう、右の方で死人がある人いますか？左で死んでるのがだどっち？バケユカ、バケユカ。両方っぽいんだよな。バケユカがあのコックピットで、あのフルコンさんも弁当上にいたから、死んでるし、うん、想定位置がエンジン、お、うん、そうね、エンジンから宿舎らへんかも。コメサボ直しに来た左の方。エンジンだったら最後にアーカイブで緑2人組を。畑迫さんと談笑してましたよね。大丈夫した。畑口。ああ、そうですね。だめ、小口でしたけど。だ、小口。談笑中。じゃあ、談笑しました。無言で。無言で談笑しました。無言で談笑しました。やばいでしょ。談もしてねえし、笑もしてねえ。で、七子さんがフルコンさんを見たのっていつのタイミング？あの、砂染めがコックピット行った後に、そのエンジン通り過ぎた時、フルコンさん、弁当の上にいたんだよ。で、そのまま自分金庫の方、はい、要するに上上がってって、で、まずその後もフルコンさんが引き続き弁当にいたってこと。七子さん多分砂田目視線だと多分フルコンさんが弁当にずっといたことになるんで。いや、初手じゃない、その通りだ。6秒前か7秒前ぐらい。トリッピー最初いた、はい、俺は最初、俺シャワーです。俺はね、エンジンからメイン行ってムツーさんとすれ違ってシャワーで終わってる。シャワーで停電になった。トリッピーん、フルコンさんが弁当の上にいたのっていつのタイミングのことだ一体。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あれなんか苦笑いされてる。なるほど、するか。一応ちゃんとタスクやろう。フルコンさん。俺目線はもう、陽子死んでるからな。ちゃんとタスクやろう。タスクで勝とうぜ。せっかく引いたのにな。意外と逃げれないもんだね。意外と逃げれねえもんだな、わけ言うか。いやー、気をつけてはいたんだけど、ふとした瞬間にやられました。ああ。え、どっちにやられた？ああ、なんだなんだ。え、何何何？待って、今のうわ何それトリッピーなんですけど関係ないんで。何があったか聞きたい。あの、多分、あの、あれだよね、鳥居のタスクがギリギリ終わんなかったんだよね。いや違う、あの、停電を直したら、陽子の病院晴れるじゃんって思って、貨物のところの停電直そうとしたら、停電が直っちゃったんで、叫んだから。さすが直しました。しはやさんの死人があって、停電前に、宿舎前のダウンロードやってました。やってる、見てる。やってる、それは砂田も見てる。うん、で、畑さこ七子最後尾に砂ザメの順でミーティング登ってって畑さこ七子だった気がする。停電中だからちょっと合ってるかわかんないけど、めっちゃ近いや、多分合ってる。まあフルコンさんは見てないです。あ、フルコンさんじゃない、いや、ごめんなさい、砂ザメさんで。ミーティングルームでもう繋いだダメだよ今日は。停電中だったけど、あのエンジンルームのあたりで確か
エンジンルームのあたりで上に登っていく、うん、畑さこと多分七子さんだったはず。七子さんはいました。僕視点は今回キルできないです。シェリフいないの？シェリフで、で、あ、もう信じらんない。今出てもいたらどうします？いたらその人の人に進行を握ってもらおうと思っている。いやー、どうしようかな。え、もうお前じゃん。もうお前じゃん。進行はやりたくないんですけど。わかる、ね、やりたくないよね。じゃあ進行やらなくていいから出て。あ、じゃあシェリフです。ああ、まあ、言ってるようなもんだったけど。マオのボタンを押った時にうわーっていう叫び声は何だったの？言ってあれは。それは推理に進めない。関係ない。単純にさっきマオ口、マオ口ハタが無理でしょ。トータス3視点で、うん、トータスヒラムツーが無理でしょ。だって言ってたトータスさんがね、コメサボの中にいたからって言ってたから。え、それってさ、ごめん、なんかそっちの状況見えてないんだけどさ、そのコミサボに行った人たちは、うん、トリッピーかスマザメさんじゃないの、今日は。できない、できない。と思う。で、7個視点、ザメニキが一番濃いと。で、7個さん、このターン無理っていうのを畑さこから言ってもらってるでしょ、ね。うん、まあ、このターン無理ですね、そうですね。このターン無理っていうのは、ニキル、どっちも無理。え、でも前のターン、7個さんがサイクルなんじゃないの？サイクルじゃない、砂亀さんが。砂亀さんにいます、砂亀さん。えい、よかった。勢いよく死んだ。トリッピーはずっと。トリッピーも怪しいのかな。でもトリッピーに1票入ってるわ。あ、悩みした。あ、もう続けちゃってください。すいません、続けちゃってください。え？ん？ん？ん？ば！なんだあれ？うま！これ？え？なんでだ？マットメイトの。いや。今砂さんが連れて終わったよね。なんか砂ザメさんが連れておかげで。これ名寄ち名寄ち戦終わった。わからんな。なんやろう。え、砂ザメさんが全員連れてった。そう。インポスターを勝たせるボタンを押して死んだ。チートコード。チートコードなくした。つらいだから。全員連れて行った。やったやったやった。すごい。すごい。砂ザメさんみんな釣るから。俺分かってないんだけど。多分バグっぽいんだけど。バグだと思う。勝利条件は、え、ヨーコ死んでた。ヨーコは死んでる。ヨーコ死んでる。あ、ヨーコ死んでるのか。死んでるけど、インポスターが釣られてインポスターが勝つってありえないから。まあ、多分その。回線落ちとつられが混ざったことによる。すみません、あ、ごめんなさい。わあ、ごめんなさい。でも俺ら勝ったよ。砂亀さん、よくわかんないけど。やったやった。やった。なんか勝ちになった。ね、砂亀さんがチートコードで。チートインポスター勝利ドットエクゼ。お茶飲む。それ勝てねえって。それ強すぎる。しかも名前アホすぎる。ラストのターンはトータス殺してる。けど他は砂さん。ああ、砂亀さんがじゃあ2キルしてんだ、あのターンは。2キル、そうそうそう。そうだね、15秒に1回キル。リアル強いな、やっぱね。キルペ上がると分かんなくなるね。うん。まあまあ、ちょっと1回の議論で釣らないとダメだね、これね。ごめんなさい。回線関連のバグっぽいから、どうしようもないので、普通にこのままいきますね。OK。ありがとうございます。はい。どうにもなりそうね。いきまーす。やったやった。全然上がった。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、じゃあ悪くないや、私。そういうものなら言わない方がいいだろ。全然悪くないけど言っちゃいけない。何も悪くない。蒸し返さなくてよかったら言っちゃいけない。よっしゃ、よっしゃ。で、はい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 。うん。よいしょ。どうしようかな。初手からキルしていくぜ。なになになに、うるさい、あいつ。うるせえ。なに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 。死んでる。
え？え、何？今の。何？今の。拍手。うん。とりあえず？あの畑迫くんが白いです。畑迫くん白いんやけどあのラップが。畑迫ラップが聞こえました。ラップ？ラップ歌ったの？畑迫。ラップ？え、トータスさんは白いですよ。今日おかしいんだって。白ですよとかじゃなくて。最初はすっごい。状況教えてや。めちゃめちゃ全然わかんないです。アップルとか。全然わかんない。7個あのあたり似てなかったよね。どのあたり？7個どこにいますか？頭の中がいっぱいいっぱいやってと。シャワールームに人が無限にいて、まず貨物にムツを置いて、ちはや YouTube が上に行って、マオが上に行って、アーカイブの下のシャワータスクのところに、ラッパーと、スナザメと、ラッパー、スナザメ、トータス、あとバケウカもいたよ。あとバケウカ。バケウカで、グッチーがアーカイブからシャワーまで行って、メインまで行ってるから、その先どうなったか知らん。あ、その後電気まで行きました。電気、メインまで行ってて。今、名前が上がったとこ以外っぽいよ。分かってないのが、俺キッチンはキッチン、鳥平。キッチンでタスクやった後、ムツーはあのアーカイブまで行ってる。その後千早さんも行ってたっけ？これ、うん、行ってない。貨物のダウンロードで、あ、ダウンロードだよね。なんか置いてった気がする。最後平さんいたよ、貨物のダウンロード。そう、あの千早さんの後ろにべったりくっついてました、セミみたいに。あ、じゃあ平も違うわ。なるほど、平さん違う。トリッピーはアーカイブ脇でそのままメインホールエンジンルーム行って、宿舎行こうとしたタイミングで扉が閉まっちゃったで、ボタンかな。ああ、でもアーカイブ脇だった気がする。そうだよね。アーカイブ脇だ。そうだ。下に、それで俺それ最初に書で下行ったから。うん。あと、テラゾーは？まあ、フルムツ取りが怪しく見えちゃいました。うん。でも、ムツ怪しくない。アーカイブだよ。ムツ怪しくない。ムツさんはそうか。そうそう。ムツも怪しくないし、だから、ちはやひらまで怪しくない。つまり右では見られてないということですな。そうそうそう。みんな、みんなそんだけいていなかったんなら、エンジンか、エンジン、俺から目線だとエンジン脇でトリッピーグッチか、テラゾーはなんだっけ？最後ミーティングだ、ボタン押してるよ。ああ、そうか。あ、じゃあ、テラフルトリフルで薄めでグッチぐらいじゃないかな。テラフル。でも俺相当薄いっすよ。うん、相当薄い。じゃあ。テラフル。ハタシャン、ちょっとダウングレードするね。ダウングレードする。ダウングレードするのか。よいしょ。で、ユウトゥ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 。ティ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 。ちょっとボタン押しにか。なんかちーちゃんが色変わってる気がする。ボタン押すか。もう数多の死体が。わあ、わかんない。あ、ラッパーが早いな。ラッパー、めでたい。スワタミさん、さっきいたって。スワタミさん、ムツーさんじゃない。いや、違う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 。ムツーさんとスワタミさん俺置いてったぞ。いや、違う違う。いや、確かに俺も5秒前までスワタミさんと一緒にいたわ。どうすりゃいいんだこれ。あのこの中にシェリフっています？シェリフっています？なさそう。もう遅くない？なさそう。シェリフは畑迫さんですよ。あ、そっかそっか。あ、なんで？あ、じゃあ、あ、そうか。犯罪者を執行って言ってくれた。それ、そうなんや。そのシェリフ、あれ、CEO。そういうこと？あれ、シェリフ、そういうこと？それ、シェリフ CEO やったんや。あ、本当だったんだよ。畑迫さんの死因だけは分かってて、ちょっと僕畑迫さんをさらに2段階ぐらいアップグレードしたんですよ。そしたら、あの負荷に耐えきれなくて僕にの目の前で、あの分かりやすく何言ってんのか分かんない。簡単に言うとシェリフの自爆です、畑迫さんだけは。あ、そうなんや。じゃあ、じゃあ化け浮かすなザメ。僕を切りました、僕を切りました。じゃあ、ヒラ、隠しろでいい。ヒラ君、隠しろ。じゃあ、ヒラ君、ちなみに、バケウカ、スナザメ、両方とも左側です。最後、バケウカと武器庫ですれ違って、僕、展望で停電直してます。展望で停電を直してる。スナザメが左側。スナザメさんと一緒にメインホールで湧いて、一緒に左に行きました。
その死人自体は合ってるんだけど、寺蔵に白は、あの白は出せなくて、うん、俺、キッチンで化け床と一緒に湧いて、武器庫まで上がったら、寺蔵が武器庫下に入ってきて、で、上に到達見えたんで、到達に、寺蔵がいるよって言って、俺はビッタ、ベタ好きでコックピットまで到達と一緒だから、到達と俺は隠し城が出せる。けど、寺蔵がどこ行ったか分かんなくて、化け床は武器庫上がっていって、おそらくエンジンか、もしくは、まあ、戻ってくることないけど、多分エンジン側に行ってるんじゃないかと思うけど、寺蔵の居場所は分からん。寺蔵さん、砂沢さん、僕と一緒にギリギリまで行ったよ。で、6つからすると誰が怪しい？怪しいのは分かんないですけど、とりあえずあの5秒前まで多分砂爪さんと行って、しかもミーティングルームも一緒に上がったんですよね。で、停電してたからその後分かんなかったけど、僕は奥のタスクやりに行って、対抗にフルコンさんあげたいんですけど、フルコンさん今回白取れます？あのね、貨物で湧いててメインまでしか行けてない。で、最後にメインの左側でトリッピーに会ってる。あ、そうです、会いました。うん、で、俺、ムツーさん置いてるんで、貨物脇見てくれてたら。じゃあ前回の容疑者って、俺とフルコンさんとあともう一人誰？グチ。え、俺？あ、違いますよ。つらないとダメ。俺電気。テラゾーさん行こう。ああ。なるほど。テラゾー入れたらよかったんかな。まあボタン押すわ。あ、そうかそうか。うん。来ねえな。ああ、偉い。ああ、偉いってこ。お、偉いな。偉いって偉すぎる。もちろんよ。偉いけど、うん。ねえ。僕に入れた3票洗いたい。俺はトリピー入れました。スキップ。トリピーだって無痛がサイコロだったのになんでテラゾー入れたの？いやいや、でもここの流れだったら俺最後にフルコンさんと会ってるけど、フルコンテラゾーの対抗だったんで。だって無痛残してきて。あ、俺は無痛さんを、砂ざめさん容疑は無痛さんだと思ってます。前回って無痛さん容疑に入ってる？容疑地入ってないです、はい、入ってない。だから前回はやってなくて今回やったのかなと思ってます、うん、あ、最後にやったのフルコンさんですか？いや俺逆にやらんくない、うん、どんだけ分かりやすい切るの。貨物脇結構見てくれてたと思う。誰やったっけな、うん、フルコン貨物脇は絶対合ってて、で今回のタイミングだとで給油タスクやってでトイレやって行ってるから届かないっていうところを見てくれると思うんだけど、うん、ね、さっき直前でトリッピーさんと一緒に湧いたとき、なんか寺蔵さんと最後にやったから、フルコンさん黒だと思うみたいなこと言ってなかったですかよ。逆だよ。逆だった。いい、僕に入れた3票全部洗いたいんですけど、ちゃんと。そうね。行って、はいはいはい、フルコンスキップ。ヒラーね、ちょっとね、流れ的に寺蔵くんに入れちゃいました。うんうん、トリッピー、ヒラー、もう一人。うん、あと6つ。あ、6つ。6つさんがそこなんだ。6つもスキップです。ムツーさんそこなんだ、うん、俺ムツーテラゾーかと思った。トリッピー平って白取れてる？あ、僕は畑迫くんの、うん、あの自爆で白取れてると思います。初日俺薄いグレーで、ね、次の日は大丈夫。そうです、うん、もう白でいい。もう平白じゃないとどうしようもない。うん、そうなの。ちょっと俺してはトリッピームツーかな。フリートリッピームツーで提出かな、うん、でもテラゾーさん、俺ムツーさん一番怪しんでますよ、一応言うと。テラゾーもう一つのキルかな、俺目線。あ、トリッピーと別れて、でもさ結構すぐのキルだよね。だってトリッピー別れてすぐ停電が取れ。ごめん、ちょっと待って、さっきのターン停電直したのって、テラゾー以外名乗り出ないんだったら、テラゾーが下行ってんの分かるから、多分化け床上行って戻ることはないので、死んだ人かもしれないじゃないの、うんうん、無痛さんするなら全然あり。テラゾーが化け床を乗っ取ってるはない、うん、いや、俺ない、俺絶対俺ない。無痛に行きたい、無痛に行きたい、どっちで言えば。いや、ない、待て、一番無駄、マジで、まあ、ない、マジで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 、いや、しない、それで、無痛確定、負けるかが分かる。いや、待って、テラゾーさんの砂爪さんの位置と、俺の言ってる砂爪さんの位置、違うから。いや、おかしい、無痛、俺なわけないじゃん。いや、それは、テラゾーさんの言ってる砂爪さんの位置と、あわマジかよ。でも白だろ、わかんねえよこいつ。わかんねえ。打つ常に先向かわかんねえ。どっちだ。いや、アマスしてんな。ファッションエグすぎだろ。うん。テラゾーかなー。あと一人なー。うん。誰もいねえ。ヌーン使ってたはず。でもフルニキとトリッピーがつながってたらさ、アリバイ作れるからな。
はい。よし。はい。フルチハヤ YouTube。フルチハヤ YouTube。もう一人釣りたいね。もしもし、白くん大丈夫。びっくりした。なんだ今の。ああ、天才。トリッピーが一瞬ワープしたわ。びっくりした。あ、マジっすか。バレちゃう。でも大丈夫、大丈夫。別にね、変なこと。今30秒経ちました、これ。立ってないか。立ってないと思います。立ってないですか。で、俺目線。シリアルって最初は30秒なの？最初15秒だよ、シリアル確か。ああ、最初から15秒。最初から15秒だよ。うん。はいはいはい。なんか、テラゾーちょっと、なんか、停電直してたんであれば、ちょっと、いやいや、外れるかなと。バキュービットトータスマホで閉じてるから。うん、そうね。バキュー、そう。テラゾーがバキューカの停電直しを乗っ取ってる説か、もしくは鳥になるんかな、だと。バキューカ。バキューカがね、本当に俺と一緒にキッチンで、バーガータスクをやって、一緒に武器庫まで上がってるから、展望に行くって。あ、でも停電直しに行ったか。停電やったら全然行く可能性あるかなと思ってまうけどな。あるわ。で、俺目線はトリッピーとエンジン、メインの左で合ってるから。メインの左ですね。だから僕がそれがムツさんと分かれてから。コムとかエンジン側から来てて、バキューカがエンジンコム側に行ってたんであればトリッピーできるっていう感じ。で、砂ザメキルは砂ザメがミーティングに上がってるっつってたから、ムツやっぱ濃いなと思って入れましたっていう感じですね。僕目線は。はい。割と。でも俺とマオコンが頑張らんとあかんところか、これ。一応、ムツーさんがもし仮にインポスターだったら、もうそのムツーさんを釣ったっていうので、俺はまあなんか、その時に、ちょっとだけ白目にしてほしいな。とりあえず、ムツーさんは絶対に俺視点だとインポスターだと思った。うん。ムツーからトリッピーが怪しいっていうのが出てこなかったから、ムツー釣った感じなんだよね。うん。あ、それはそう。ムツー視点はトリッピーしろ稼げるような状況だった。いや、なんかね、砂ザメさんが前走って、ムツーさんがその後走って、なんかコミュニケーションに行ってるんですよ。うん。これ、マオトータスヒラ、シロキでいい？とりあえず。うん。もう、OK です。するしかないよね。うん。グッズも入んないですか？でも、どっちにせよ、グッズは所定容疑者でもないから。でもあどただあのテラゾーまで釣っていやじゃなくてごめんなさい、トリッピームツのニロはなさそうじゃないって思ったけど、そんなことない。うん、まあそこはなさそうだと思う。だからムツで釣りたい、バランス取るんだったらフルコンテラゾーのどっちかが怪しいかな。初手キルもだとしたら、まあ僕釣りでも俺は釣れてるって想定なら構わないけど。あーであとヨーコがさいるじゃない。ニスそうですね。まあ一人はシーちゃんじゃないよね。えちシーちゃん。おい、なあ、その笑いなんだ。おい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 。危ねえな。怖え。あなかった。支配は怖え。いやちょっとトリッピーさんもテラゾさんも怪しかったんですよね。ああ。そうあそこ。どうしようか。トリッピーも。トリッピー釣ればいけるか。トリッピーも釣りに行くかやな。イラク。やばい。うっふぅ！よし。うん。よいしょ。バイタル見よう。バイタル見るよ。誰かいないか？よいしょ。おう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 。1、2、3、4。あ、な、2人死んでる。魔王と誰か。うん。5、6。1タスクやってる場合うわーたぜーうわーマジかくっそうわトリッピーかナイス7個4個やったナイスだからあんなに切れてたんやいやそうよほんまほんまな初手で殺されたマジで初手7個霊界にめちゃくちゃ切れててどうしたらなんか役職あんなって思ったヨーコかわいそうだな。初手切るヨーコかわいそうだな。そう。ヨーコはなかなかね。いや矢印出るんでしょ。気づかなかったの。矢印近づくね。だからねやっぱね近づいてくるスピードとやっぱ追いつかへんの手がね。ああ。これできたっていう。くそ。急にこれ。じゃあそうコックピットで追ったからもう入ってきたら逃げられへんよね。あの位置だとね。そうですね。
うん、GG マジで肉ルーツったのうまかったね、インポスター。いやうまいわ、よかった。いやすごいわ、最後マオくんを味方につけてテラゾー釣りに行けた。あのね、本当にあのなんか言わなかったんだけど、俺らが頑張らんななって、あの握った手がじっとりしててあれって思った本当に感覚の問題なんだけど、あれこいつっていう あのタイミングでようやく俺タスク終わったからさ、あまだ2人生きてるラッキーと思って、だからテラゾー釣りだぞ。あのそう容疑をそうバキューカの位置と寺蔵容疑を残してくれたんよね、うまいこと。うん、うわトリッピーかよ、おい魔王。そう分かんないよ。トリッピーのその最終位置も微妙に俺がずらしてたから、結構そっち側で人外が助かり落ちた。うまいこと組んでた感じやね。お上手すぎる。お上手。そう。お上手。うん。俺あので密かに踊り狂って死ぬっていうの。踊り狂って。トランプ投げられて死んだよ。そうなんよね。無事。いやよかったよ。いや見事だったマジで。七子横行くから次。次七子横のトリッピーだったよ。次七子横です。行きます。頼むお願いします。じゃちょうだい。ようこそできるわけよ。そうだね。ようこそやりで。はい。お願いします。次は逃げ切ろう。透明になれるかな。よろしく。これもない。よろしく。ゲームにしてる。やってるわ。トリチハートータス。はい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 。トリチハートータス。そうそう、ちいちゃんがさ、さっきの試合ちゃんと気づいてたよな。フルコントリッピーがつながってたらね、そこはできるんだよなとか言って。さすがやよ、ほんまに危なかった。あ、なんかあるな。トリチハトータス誰かいるかな、直した人いない。いやーおよっ、どこ行ったんだ。どうだ、ウィー、白、畑坂白、ウィー、あー、白、畑坂白と、ナイス、畑坂白、結構白いな、これ。停電直したのあれですか。ああ、大事。お前陽子なんじゃないのか、そうやって。いやいやいや、陽子なんか減らしてるから。ああ、配達者はな、高いな陽子。さあ、でどん、むつてら、あー、もう多い、覚えられへん。名前を呼び、みんな覚えといて。立派な占い師に、むつばけ。そう、占い師になりてえな。立派な占い師に生まれ変わりたい。どれやろう。化けむつが上行ったことだけ覚えてます。で、なんか誰か、寺蔵とかいたか、脇のところ。多いので無理です。もう右めんどくさいから左行こうと。どっかで貨物で湧いたときにってことにしましょう。あ、もうボタン押すか。なんかね、いいタイミングだ。お、桃だ。あ、押しやす。あ、ここかな、フルコンさん。はい、ボタン押すよ。桃がいたよ。あー、ここで、あ、あ、違うわ。あーって、俺はどっち。あー、はいはいはい。これ白いね。ございます。これトリッピー白です。白いな。あ、そうなの。ありがとうございます。砂ザメは白い。皆さん覚えておいてください。砂ザメは白い。砂ザメさん。砂ザメさん白。一緒に押しに行く。一緒に押しに行く。砂ザメ白いでしょ。いやいやいや。いやいやいやじゃないよ。そうか、だからまだシリアルキラーのあの40秒タイマーも始まってないんやな。誰もキルしてないから、そういうことやな。ああ、来た来た来た。よー、ちょうど来たじゃないですか。今ですよ、やり時はね。みどみど、みどみど道、みどみどだけでいけるってことね。よいしょ。あ、これか。 OK、 うん、よっ。いやー、遠いよ、テラゾーがいる。なんだ怖い、なんか怖いから行こう。トリガータスクやってて、ここに、うん、まあちょっとみどみど、テラゾーがねちょっと怖い動きしてたから。グッチ6つ。あ、怖っ。うん、大丈夫よ俺は白いよ。テラトリ、テラトリ6つ。あ、今度こそ押しに行くか俺が6つ。なんなあいつ、ムラムラうろうろしてんの。エンジンルームでエンジン入りました。
はいよ。うん。これ際どいな。どうだ。じゃあ、あ、寺澤さん並んでる。はいはい。ファーストブラッド。寺澤さんいたな。アーカイブで見た。アーカイブで見たぞ。アーカイブで。その後ね、貨物の方行ってる。寺澤さん13秒前に死亡です。13秒前。じゃあ貨物の方からアラウンジへ行ったのは千早さんやな。高笑いしながら行ってた。あはははは。それどうしよう。それはトロタさんのフレーバーテキストじゃなくて大丈夫。大丈夫。高笑いしてた。高笑いしてた。三角ボタン押したら出てくる？トップティップスが。高笑いして。アーカイブで見て、ただアーカイブは左も下も右も空いてるはずです。アーカイブにいたのはトリッピー、トータスかな。うん、あ、いや初手なんですよね、僕はアーカイブで初手結構最初の方に寺蔵さん見たよって感じで、俺はその後俺目線も寺蔵とすれ違ってトリッピーとすれ違ってでエンジンムツ見てエンジンにとムツです最後。トリッピー視点は俺は先に進んでるフルコンさんは絶対隠しろで、僕エンジンまで行った後にシャワーの方まで戻ったんですよ僕。あ、タスクが残ってるの気づいて、でその時に魔王さんに会いました。うん、うん、ああそうだね。魔王トリッピーは最後まで一緒。うん、最後一緒だと思う。最後まで一緒。いや最後だけ一緒。最後だけ一緒だね。そうだね。シャワーで場所どこ。トリッピー視点だと魔王くんまで容疑に入るってこと。あ、入りますね。で、あ、了解です。あ、マジ。はい。あ、わかんない、魔王さんどっちから来たんですか。僕扉開けようとしてて魔王さんがどこら辺声だけ聞こえた感じなんですよね。俺電気室、メインホールはキー、電気室セキュリティの巻き戻しタスクやって、あ、俺の後ろから来たのか。そうそう、後ろから行ってる。ああ、なるほど。あ、じゃあ確かにすぐに結構俺より先にトリッピー死にしたんで、じゃあ真央さんもできないかも。うん、うん、なるほど。結局2人どこにいた。最後メインホールの右の扉のシャワー室手前のとこでシャワー室が閉まってた。そうです、それを僕が開けようとしてて、はい、真央さんの声が聞こえたみたいな感じ。米さんを直したのはそこで、グチツボさんは実践絶対無理です。はい、砂溜め目線、うん、畑鎖グチツボは無理です。砂ザメ、はい、畑鎖国、それは全員カムサボにいたからってこと。砂ザメさんも厳しめだけど、はい、最後は武器庫さんから白を出していただけるかと。武器庫に2人でいたんで、はい、あれ、あ、武器庫さん白って言って、あ、でも、いや、砂ザメ白、到達目線のサイクロはちーちゃんなの。武器から白が出ないので砂ザメかな、これは。あ、バケダメなんだ。じゃあ高笑いボーイかな。高笑いの男なのかな。よっしゃ、ひらっち、ひらっち、あ、やべ、何やったっけ、みどみどどうって言ってたっけ俺。あ、みどみどどう待ってる、よかった、みどみどどうでした。ひはやさんか、バケンか、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、はい、早い。あ、ごめん、言い忘れたんで今。マイボマン。そうね、僕ね、電気からキッチンの方に入って最終左側です。はい、でね、さ、所定脇が宿舎前で、ムツさんと入れ違ってエンジン行って、そのままメイン電気、うん、キッチン、最後展望かな、ね、です。多分ほとんど誰と待ってないな。展望。まあ、左側にいたと。でもそうですね。よし。マウンドはいそうなんだけど、ね。あ、そう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 。ムツ一生エンジンにいたの。じゃあ、いや違う、あの、あ、フルコンさんに殺されると思ってね、ちょっと遠回りしたんだよね。ああ、で、その負け方もエンジンですれ違ったよね。まあまあ、あと今回は白いけどね。はい、宇津さんはそもそもその前に俺宿舎ですれ違ってるから多分関われないと思うよ、うん、右側。宇津さん無理だったら、あ、そうそう、千早さんが化け床じゃないの、うん、それがもしかしたら化け床、初手脇どこ、初手脇どこ、ごめん、初手脇が宿舎、宿舎、宿舎、俺もいたから、それはそう、うん、宿舎エンジンまで。バケリンが、バケリンがマオシーを見てないならマオシーも候補には入る。要するにそのマオシーどこ入れると、うん、俺メイン電気セキュリティ、あの巻き戻しタスクやって電気室入って右目のプルーンやってトリピンとこ、まあメインの右ね、じゃあ右上プルンの時に抜けたぐらいしかないのかな、どうなんだろう、うん、なんかちょっとずれはある気はする、高笑い千早はだけどな、高笑い千早、高笑い千早の方が怪しい、まあまあまあ、そこフレーバーテキストはちょっと気になるけど、高笑い千早か、トータスか、化け床か、トリッピーの死人漏れをうまいこと真央くんが抜くやってるか、あの多分、まあ、そのくらいかな、うんうん、あとそのときなんか白もらえてない謎の存在とか、あ、そういうのに関してなんですけど、あの上げることになりました、白です、なぜめさん、あー、あれなんかもらってね、
じゃあ白い。見失ったなこれ。証拠あるか？証拠。陽子だ。ほらもうグジズムさんがさっき言わないから変なことになって変な空気になってる。え、これシェリフ、シェリフ、シェリフ、シェリフいるんだったらさ、そこで隠しの場所取って。そうですね。確かに。進行と。まあでも関係ないとこにいるから出ないんじゃないですか。まだいいんだね。まだいいかと。白いチームだろうなこの感じ。あとキラさんがバイタルだっけ？うん、僕がバイタル、そうだよね。だから電気室行ったり来たりしてるよ。その時に魔王氏は見た。魔王くんは魔王くんバケないんだよ。ベウカさんとも死にない。いやそうなんだよね。なんかね、バケ魔王ヒラでどこかは誰か見そうな気がするなって聞いてた。それは思った。それは白かったからな。誰かが嘘をついてるのかな。進行は取りませんからね。相当序盤だからな。誰かが嘘をついている。そういうことで。ヒラッチ。やつは広角なや広角じゃない狡猾なやつだ。ヒラが嘘をついている。色が黒。まあでも裏返しになれば一発大逆転なんだよ。トリマオバケ。あそうそうねね。うん、でバーガーはい。裏返しなりたいな一回。骨まだあるんだよ。バケ上。弁当の掃除をしながらダウンロードしてる人。アップロードまでしちゃっていいかなこれも。バキユカ、バキユカがキラーだったら俺を絶対やってる。ちょっと白い。うん、いや無理か。でも右になんか誰かおったもんな。無理やな。いや。誰がね、あら。魔王。うん？魔王。そんなに？これヨーコ死んだんじゃない？どういうこと？あれ？僕。ヨーコあるな。ですね、はい、僕が今セリフでキルしたんですけど、すさっき真央くんが電気室に行ったって言ってたんですけど、すれ違ってないんですよ。なんで変だなと思って試しに切ってみたら、無痛さんと一緒に真央くんが来て、ダブルで吹き飛びました。おじゃあ要はそこに2体あるか、真央さんどっちか。ああ真央むつが陽子で、そう陽子死んで背徳も死んだって感じだから、そうだね、まあ、どっちでもいいけど真央くんが陽子だったってことじゃないかな。テラゾートリッピーがトリッピーがね、トリッピーくんの方、うん、最後ね宿舎前の方に向かっていくのは見た。あじゃあトリッピーや、そう、あじゃあ旗坂のあのね武器庫で上に行くの見た。はい、これ上に行くの見た。じゃあ千早さんも無理かな。あの PP の時に最後アーカイブに千早さんはワンチャンあるんじゃない。ワンチャンあります。いや赤い右から来ましたね。最後俺愚痴坪さんと出会ってるけど、はい、あなんかアーカイブの右から来たんで千早さん無理です。あの責任持ちます。わかりました。今回無理です。はい、今回無理です。診断が陽子やからインポスター。あ、まあでも厳密に言えば、ごめん宿舎前かはわかんないんだけど、少なくともあのプープーが鳴ってる時にあの武器庫を通り過ぎていったから、うん、まあおそらく宿舎前あたりのタイミングだろうなって感じです。一応追っかけてって今僕エンジンぐらいにはいるけど、その時には死にないです。多分もう宿舎前通路に入ってるんじゃないかな。あ、そっちの方に行ってる。あれが鳴ってたから。O2 が鳴ってたから。じゃあ俺バケリンの動きの流れ切り、もう一回。まあ、キッチンで沸いて、まあ、タスクいろいろしてる間にブーブー昇降機のあの O2 タスクが鳴り始めて、ブティコのタスクしてから行こうって言った時にキッチンからトリッピーが来て僕より先に通り過ぎていって、うん、僕もブティコのタスク終わらせて合流しようかなって思って、うん、今エンジンのちょうど T 字路ぐらいかな。で初手のバキューカの動きは見てて、俺もキッチン脇で展望の右の配線はバキューカやってんのを尻目に、俺は左のダウンロードやってアップロードやってて、バキューカがそれ抜けていってるから、うん、キッチン展望キッチンぐらいまではバキューカに言ってることを見てる。うん、うん、だからフルコンさんを展望に置いてトリッピーを見てる？見てない。俺展望やから多分キッチンに石油から来たんかな。でキッチン武器庫って抜けてたら俺は見ないはず。うんうんうん、うん、だからフルコンさんはできないかな。シリフ死んでいくならやっぱり死人がない。バケガさんは怪しく見えますが、外した時にキルで、あでもまだ大丈夫なのか。あのねバケリーはね、あのマオシーとのね対立がちょっと若干白目に見えちゃうんだよな。なんかそのマオシーを見えてなかったって情報を出してたのがバケリーなので、うん、マオシーキルできる人じゃないからな、うん、そう対立はするんじゃないの第三陣営とキラーだったとしたら。どうなんやろ話になっちゃうので、すんな、うん、よどうなんやろな。俺今回ボタン押したっけ。忘れた忘れたぜ。
まあ、それたぜー、うん、あちはや YD がいる。なんか怖えな。ちょっと戻ってきて殺される俺。ちょっと押しちゃおう。聞こえまーす。あ、ありがとうありがとう、はい、ありがとう。なになになに、はい、えグイツボです。はや、い、グイツボです、はい、いや、今はコーナーを、コーナー乗った方がいいかもしれません。占い師です。はい、おはい、おお、はい、占い師グチッツも、はい、で、今回私が占わせていただいたのは真央さん、真央さんその他陣営でした。はい、ちょっと触れ合った中で占えそうな人が、真央さん、飲んでない、そう、食品飲んでない、どういうこと、どういうこと、そうなんですよ、あの、これ、逆に白い、人も色の占えるんや、これ、そうなんですよ、逆に白いかもしれないですけど、これ死体も占えます。あーあー、じゃあ陽子であることを確定させてくれたわけ。生きてる人占ってよ。いやでもこれでシェリフが真になるんですよ、平さんの。はいはいはい、はい、ありがとうございます。真央さんから、真央さんから真央さんとバキウカさんの対立があったって話で、うん、真央さんが透明化してて一方からの死にしかなかったのかなっていう、うん、まあそうだと思う。ってことでバキウカさんですよ、怪しいの。対立って、要は狐とインポスターの対立。そうそうそう、だからバキウカとも別に対立するんじゃない、まあ、うん、あ、じゃないと寺蔵さんキルさんの誰なんだって話になるか。じゃあ、なるほどね。その時の容疑者って他に僕以外に誰がいるんだっけ。千早さんは残ったのは千早さんか。だからバキウカさんは、ね、まあ、バキウカの対立はもう千早さん。そうなんだ。マオさんが死んだから。できないから。なんでマオ、さっきのターンできないって言ってたの誰だっけ、バケリンが。フルコンさんはほぼほぼ無理。可能性があるとしたら、あの O2 直しに行かないでコックピットに行ってて、フルコンさんが展望からコックピットに弁当で移動してキルしたぐらいしかない。うん、で確かあれ前日って千早さん無理なんだっけ？なんか無理って話あったよ。初日？違う。初日は容疑者入ってます。ついさっき。ついさっきは入ってない。うん、セーフ。ああ、うん、あ、そうだ、千早さん、うん、そう。そう、愚痴坪さんから白もらえてる。あ、そうです、もう千早さんも。あ、そう、責任を持ってあだ名を出してる。陽子君の時の容疑者がいないんだったら、うん。陽子容疑者というか、多分初日の容疑者で結構、あのね、千葉化けをね、両方釣ったら、多分一陣から絶対落ちると思うんだが、うん、間違えたらこの時点で負けになるっていう、ちょっと盤面なのかなと。釣らないで次、でも次でも嫌だよな。いや、今、シリアルキラーとちょっと残ってるから、ちょっと多分釣りは入れたいかな。負けるかさん、平っちさん、怪しいです。やばかったら平っちになるか、これ。平っち切ってくれ。シンになるんか。でもえ、でもヒラッチがヒラッチがインポスターで、あの別に陽子はキルできんよな。でそれでシェリフ乗っ取りっていうえげつない技をしてる可能性は残ってるよな、一応な。いやでも結構それ大胆やよな、シェリフ残ってるかもしれないのに。うん、確実にシェリフではない陽子を切った上でそれやるのなかなかなリスクやと思うから、まあ信じていいかな。開けとこ、全部開けといて、特に意味はないかそれって。で俺もボタンないのよな。あ、てか俺が残ってるのはあれ配線タスクじゃね。やべ、最後に残してるタスクがあんま良くないな、うん、タスクやりまーす。このボタンねえや、怖い。あー、そこか。なるほど、ちょっと待って、配線しに行かなきゃ。マット7個。あ、そうやね、7個。あれ？でも7個なんかバキューカをカバーしようとしてたような感じがするんだよな。バキューカもなのか？バキューカチハヤなんか？バキチハか？どうだ？見よう。マウムツはそうやな。チハヤ YT。7個マット。え？まあいいか。見に行くか。いや、見に行くか。危ねえ、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 危ねえ。ああ、やばい。おお。あ、おお。霊媒師です。あ、20秒前ぐらいにアップしてました。あ、これ。霊媒師。霊媒師。何なんだよ。やべやべ。あ、やべ、タスクが7チハの。はい。7チハのタクか。1V1 シチュエーション。
そうね。シェリフ2発じゃねえだろ、うん、シェリフ2発だ。ちょっと不利ですよね、多分ね。40秒逃げ切れば勝手にシェリアルキラー死ぬぞ。確かに。ああ、その恐怖の。これなんだな、こう見せ場作ろうとしてるのか、貯めてんのか。そうか。なるほど。まあでもただまあそうね、白は出されてはいないが。合わなかったら死ぬ。うん、そうそうそう。出されてはないんですか。じゃあまだ戦えるのか。これシェリフいるから7個は使用できない。要するに右側のキルのやつ。ああ、そういうことか。候補が、うん、あれヒチハヤさんとバケリンの候補だったのと、でこのターンまあバケリンが前回釣られてて、うん、ここでの筆頭候補が誰も知らない一発あるんですね。タクでこれ七子さん、まあそうね、ちはやさんからも、いやこのターン俺ね、その小見さんの話に向かってて、ちはやさんがキルしちゃう、キッチン、そう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 、エレクトリカル、シリアル、でも七子さんってシリアルキラーかどうかわかんないんですけど、もう一人の可能性もあるじゃないですか。でその前に一回ヒラさんが会ってるから、そう、名前が赤いだけだね。エレクトリカル、あれ電気エレクトリカルいました。フールでは勝てないよね。シリアルキラーかどうかわかんないのか。そうだね、キッチン武器庫の順で向かってる前に一回ヒラさんと会ってるから、多分2キル無理だと思うんだよ。エレクトリカルいました、会ってたっけ。七個とヒロスギリギリまで時間使って千早さんに言うのかな。白にしてた、はい、だいぶいました、ね、停電、停電だよ七個さん、停電だよ。そう、停電っすね。あとあーあーたもー、俺の方がどうする、任す、どうする。一さん、さあ一さん、マジで死な、あの死なないように頑張って逃げてください。わかりました。これあの七個さんマットじゃないですか、これ。来た。じゃあどっちか入れます。多分これ PP されるんで、はい、チャハヤさん頑張って切りに行きます。あのまああのしないようにっていうか、あのもう矢印出てますけどね、俺。行けなさい。俺に向かって。そっか、やばすぎ。あ、でもそれを加味して。チャハヤさん、チャハヤさんごめん、スキップに入れます。チャハヤさんあります、チャハヤさんあります、チャハヤさんあります、チャハヤさんあります。俺ついちゃったぞ、あれ。あれ。あれ。あれ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 通った、あれなんでごめん、めちゃったなんでごめん、ナナコさんごめん、使いすぎるから。いやいや、入れどころちゃんと伝え、いやごめん、なんか今ねごちゃった。果たして、果たして俺釣られようと思ったのにね、ヒラさんにバレちゃった、マットベイトって。いや、すごい。よう、カンパした。ねえ。いや、でもね、プレゼン師のその見える機能さがなかったら俺ら積んでたから、助かった。まあ、いずれにせよシリアルのキルが入る状況だったから、最初からスキップでよかったかもね。うん、他も普通にバラしてスキップ入れときゃよかったな、ごめん。そうだね、しゃあないしゃあない。シェリフいたしかで、シェリフがたまるよりも先にシリアルで打ってばいいってことだ。そうそう、占い師もあのよく読んでるアドバイスなんですけど、あのシェリフはあの仲間にできません。あのこれ一番最初にヒラが見えて、ヒラくんこっちにおいでと思って配信者にしたと思ってて、あのウキウキで、あので、あのシェルフが進行取ればいいじゃんって言ったら、進行取りませんとか言って、え、逆らってくるじゃんこいつって思ったら、なってなくて、で次こそはヒラの肩叩きにいたら、ムツーがその隣にいたからペロンとかやって手が滑って、その瞬間死んだっていう、みんなご死んだ。強行をキルできるプレイヤー以外を背徳者にできるですね。いや、はい、ああなるほどね。はいはい、そうそうそう。まあ、それはそうか、インポスター、インポスターもできなかったわ。うん。そう、花子にやるできなかった。そういうことだよ、ね。そうか、ならねえなって思ったら、インポスターがそうだよ、思えばいいのか。そうそう。でも矢印出るからわかるよ。矢印が出てる人はできないと。できないってことだね。そうだね。そうだよね。強さを理解した。じゃあ殺されるぐらいなら七個にやると思ったら七個にならなかった。いやでも俺消えるの分かんなかったからずっとテラゾーさん探してた、さっき。じゃあいきますか。初日で二度バレてたわ。はい、はい、ナイファイかなり最後までね、おもろいわ。惜しかった、いい気だった。いやマジで惜しかったですね。ぐっちゃぐっちゃや。ようでよう、ここへ。いや久しぶりに合わせやったもん。高笑いしてた。高笑い。高笑い。やっぱ高笑いせず正しいじゃないですか。よろしく。ああ。よいしょ。なんかめっちゃいる。わからん。トリ。うん。ちゃんと押すか。あ、テラゾーが押してくれそう。あ、違うわ。065250503。テラゾーが適当な番号を入れる。ナイス。はい、
おいやナイボーイナイスボタン広いナイボー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 ボタンですわね停電これだダメが停電直しましたムツは白ムツは真っ黒ムツ白白白白白えムムツはムツさんムツさんは直してないの直してないよえごめんあオッケーですなんなんやあのなんや今のよくわかんなかった最後の何やったんやあーあるね誰だ今なんかいたよなえあれなんか今いたように見えたの俺の目の錯覚かダメだなアーカイブ一人脇です寂しいです占い師目覚めたい今の発言白いな化けるか寺化けおトイレ誰か開けてるやつが俺バタバタトイレの人は誰え、いないえトイレ開けたん誰えトイレ開けといてうんこしてない人がいる怪しい、うん、ゴミ箱寺化けトイレなとりあえずな俺が見たのははい1、2、3、4誰4秒前には死んでた。はいはい。化けうかあれじゃない？アーカイブで見た。貨物脇で上行ったよ。あんでアーカイブから下行ったんも見た。下位置を話すね。七子さんが寺蔵さんと一緒にあのタオル助けて寺蔵さんが上行ったでしょ？うん。でその後下に降りたら化け床の死体があったんだけれども、その俺タスクタオル入れる前に化け床と会ってんのねあのタオルの配ったところで、で今確認したところ奥のところにも人がいなかったしあの扉も閉まってる状態だったんで 100% ベント切る。まあ切った後に扉閉めて目に逃げるもなくはないがベントキルが濃厚かなというような感じではございます。ああじゃあなるほど。じゃあ俺容疑入っちゃう。七個視点俺には白が出せるってことで OK ですか？そう。俺視点寺蔵さんは絶対白です。はい。確証。そうなんだ。俺視点は七個視点寺蔵さん白ですよ。トリーゼ白。トリー組が多分みんな白なので。クッチーとトリーピーはそうだね。何してたんやトリー組。トリー組を祈ってた。トリーピーはどこにいたの？エンジンルームのトリーで8人ぐらい集まって祈りを捧げたんで。そんなに集まってない。やば。捧げてないです。そんなに集まってない。誰？あ集まってない。え？スナザミトリーピー愚痴つぼがまず前半。祈り捧げてる。なトリー。あとハタヒラ。ハタヒラもいます。はたひらちはやが後半祈りを捧げに来て祈ってない祈ってない祈ってないってかまあその周辺にちょっと行ってじゃあ容疑者はマオフルコンに絞られますよそうだねあのウルコンそれでもいいかなあのねテナゾーとバキューカー置いて俺はラウンジ行ってトイレをラウンジのトイレをバッタバタしてるやつがいたんだけど見つかんなくてで貨物で配線した後あの最初に僕4秒前には死んでますって言ったけど、診察室でバイタラ見てあバッタバタしてたのその後どこ行った、うん、バッタバタ行ってアーカイブ行ったそれ違うよじゃあ俺がじゃあもう対抗でいいやうんええあれそれ違うフルコンさんじゃねだって他にいないでしょアーカイブになんかいなかったけどマオはアーカイブ抜けて証拠機右行ったってえその時テラゾはいない俺トイレ開けたトイレ開いてる開いてる見てトイレがねバタバタしてるのは見たけどだバタバタしてなかったからだバタバタした後俺目線だったら貨物に行ってるしかないよねマオさんまあローラーしてもらえばいいよローラーなら飲むよいや絶対見てない、うん、ボタン押すかうんえうんでメインホールあ、まあ、なくはないかあれあーわお、はい、はい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 、まあ、はいはいまあローラーするかしないかとかローラー飲みますがマオさんがさ開けたって言ったところ扉ってアーカイブと昇降機の右の扉じゃないですかうんそうそこそこなんか閉まってましたけど普通にああ嘘つきだいや嘘つきじゃん嘘ついてるんだまあその後最後に閉めた可能性もあるけどインポスターがそして千早さんがボタン押してますがちゃんと俺そのすぐ左まで
来てたの見えへん。ちなみにトリッピー下と右は空いてた。あ、え、下ごめんなさい、左しか見てないわ。下と右見てないわ。でもなんか結構人いた、はい、他にもアーカイブに誰がいた。下と右が空いてたんだったらさ、え、今回開け、つまりアーカイブで湧いた人は右と下開けたってこと。誰か開けた。開けてないんだったら最初から開いてたってことだよね。つまり、開けてから閉まったっていうことは否定できるよね。あ、確かに。で、ちなみにさっきの死体だけれども、うん、停電前に死んでる。停電前に死んでて、停電が始まったの覚えてるから。まあ、アーカイブでも、ね、左の扉の情報的には真央さん人外でいいんじゃないですか。パズリ。そもそもその目撃情報。僕は多分占い師なんで、お願いします。があるんで行かしてください。多分占い師って弱えな。多分占い師弱いな。いや、95%。いや、95%。ちなみに、あ、俺のちなみにフルコンさんって真央さん、真央とすれ違ってんの？すれ違ってないから、俺目線はもうほぼ書く。うん。ああそうじゃん。トイレのバッタンバッタンしてるのだけ見えてすれ違ってないから、うん、絶対貨物に降りてんのよね俺目線だから、弁当してんだったら真央かなっていう感じです。じゃあ真央さん、はい、うん、え、じゃあもし仮に真央さんだとしたらフルコンさんに2票入ったんですけど、そこの票真央さんと誰か入れたか。ごめん俺入れちゃった。7個が入れてます。 OK、 わかりました。うん、まあ出たなら分かる。一応フルコンさんのルートだけ聞きたいんだけど、新卒に入った、アーカイブでタスクやって、ラウンジ貨物診察でバイタル見て、その後4秒間エレキに動いたかな、うん、一応これはまあ感想になるけど、フルコンさんはアーカイブで占い師として目覚めたいなって言ってたよ。白白白白白。俺も言おうかな。じゃあさっきのスキル誰ですか。2票。それってあなたの感想ですよね。本当に白い方で拾ってくれたんですか。いやいや俺スキップしてない。はい、オッケーです。やったー。はーい、わかりました。お、止まった。やったー。ちゃんと白い要素になっててくさ。この発言白いなって。そう。一人でこの発言白いなって言ってたけど、本当に白い要素になっちゃった。大事やな。チカモ。チカモの発言大事やな。白い要素になったわちゃんと。うわめっちゃいるから、めっちゃいる。ちょうちょしてるの。なあなこ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 。お、本当にちょっと本当になった、本当になった、本当になった、本当になった。ちょ本当になりました。ちょっと誰がなお、ちょなあも聞いてくれ。はい、本当になった、本当になった。あ、え、死んでるの？いいよ。ちょ、あの、はい、あの本当に占い師でした、はい、僕。え？すげえ。びっくりした。マジ？占い師になること予言してんじゃん。目覚めた。七コマバキューから占える一応。予言者誰？七コパ。七コマはバキューかは占える今の時点で。はいはいはい。うん、強さこ、はい、畑さこが死んだ。より畑さこが死にました。うん、そっちをしましょう。でも今は、はい。畑さこあれ見たな。ひらくん見たよね確か畑さこくん。どこでだっけ？どこでだっけな。シャワーで見てどっち行ったんだっけ？多分アーカイブの方に行ったような気がする。今コミュサコミュ前ぐらいでなんか6人ぐらいおって、でその後右行ってエンジン配線のところで千早さんと合流して、そのまま千早さんとシャワー右までシャワーの下ぐらいまで行ってますけど、そこまでで死体見てないです。でまあ7個エンジン6人、あ、はい、あ、ごめん、7個テラゾーフルコンがキッチンにいるのでそこは難しいからって感じ。7テラフルがキッチンになるには、うん、そう興奮してそれを伝えちゃってたけど、今言わない方が良かったかなって後悔してる、うん、で、砂平がシャワー室でいたので無理です。そうです、ずっとお互いシャワーどこにいてました。タオル、あー、じゃあまあ見えてない。はいはいはい、砂平、はいはい、で、桃地派フルコンさんもうできるとこやった方がよくない？うん、そうそうね、もう人外に近づくことできないよ、あなた。やばいよね。ただ俺からやたら逃げるやつをようこうだと見るっていうのはありやな。うん、あ、うん、ただ殺されそう俺。
占いって1回しかできないんだっけ、どうだっけ、1回占い1回だけです。今回詰められそうじゃない、占い1回だけだったら七子さん、七子さんシリフなんでやらないでください、フルコンさん。ああ、分かった。ああ、いいじゃん。うん、あ、え、今回のその畑迫容疑って結局トータスグチツボトリピーチハヤあたり、グツボできない、いや、グチできないね。つか、え、マオさんもマオシュン、まあ、マオシュンでから言う、俺からしたら俺ちはやさんはできやんと思うけどな。テラゾー、テラゾーさんがトリッピーとかグッチーできないになるんじゃない。テラゾーからトリッピーは武器庫で見たって言っとくね。あ、そうです、武器庫で見て、そこにグチツボがいました。その後コックピット行ったんですよ。あ、じゃあ無理だわ。あ、じゃあ無理だわ。ラインバトル無理だわ。ライン戦だ、完全に勝利しました。ライン戦か、あれ、ごめん、やべ、あんまり議論聞いてなかった。ライン戦っていうか、砂ザメヒラは別に繋がってないんじゃないの。砂ヒラでシャワーのタオルにいたって話だからね。いたって話だから、まあ最終死人はあるだろうけど。しかも一やべ、さあ誰だ結局。トリッピーは白いんだ。ボタンを。うん。怖え。怖え。死ぬの怖え。え、占いってどうやるんだ。怪しいボタンを。ナイス。ナイボー。ナイス、ななこさん。うえ。あ、じゃあちょっと砂ため、ちょっと発言訂正させてください。はい、どうぞ。はい、シャワーで見かけました。その平砂でね、あの畑迫くんを、はい、うん、でその後アーカイブに抜けたっけなんていう記憶ないなって言ったのが、おそらくメインに抜けた可能性がありますっていう訂正です。の可能性もあると。はい、はあ、メイン側に抜けてたとしてどこまで行けそうですか。でメイン側に抜けた後多分妨害が起こったみたいぐらいのタイミングなんで、全然エンジンとかまではいけます。ただごめん、確認したいのは砂爪さん視点、平さんに絶対白が打てるっていう状態ですか。絶対白打てる。いいですか、砂爪さん視点メインに行くって言っても、グチツボドリッピーはが殺してたんだとしたら到達支配が絶対にすれ違うはずなので。そうだね、いずれにしても、うん、平砂爪到達支配の中に容疑者がいますよ。はい、もうでライン到達支配や畑迫くんと別れた後にもずっと平くんを信任してたんで。どんくらいの時系列でその、うん、見なくなりました。ちょっと記憶曖昧だけど多分10秒以上あったと思う。10秒以上やったらまあエレキとかに降りて左行ってたりとかしやんかなって思うんですけど、そんなことはないですか。まあできます。七個フルコンテラゾーがやれない、最後の最後絶対にやれないので。うん、うん、キッチン側に来てたら7テラフルが見るよねって感じだよね。7、うんうん、そこは占い師シェリフで僕も死にに入ってるんで絶対無理ですよ。あれ、これムツさんは誰から白もらってるんだっけ。ムツさんはもらってないけど、俺ミーティングで鳴らしてる。だからボタン押してる。ボタン押したの。冬からミーティングに行ってボタン鳴らしてるから絶対無理だから、その4人の中にいる絶対。なるほど。あー、やべえ、畑迫くんのやつ全然。ちなみにテラゾーさん最悪のパターンだけれども、アーカイブからパタパタでミーティングに行ってミーティングで切るはなくはないが、いやもうごめん、今日も記憶が本当にないかないかな、わかんない、パタパタで。じゃ容疑者はで、シャワー室で平くんの声聞こえねえ、平くんの声聞こえねえっていうふうにずっと言ってたんだけど、あれ、うん、もうやろったもしかしたら。今の少なくともリフトは右にありました。ああ、そうなんだ。じゃあ右にあった、じゃあ大丈夫か、じゃあ大丈夫か、うん、誰かが砂さんとね、お互いの声聞こえねえって嫌ってたんだよね、うん、シャワー室で、うん、全員する無理だ。今まで俺七子さん進行でいいよ。理性のある。まあ難しいね。スキップします。スキップ。はい、オッケーです。無理者多いよ。はい。これ。ひら。あるのかなボタンが。ねえ。ね、確かに残り結局これようこつらんとなあかんからな。うん、え、多分鳥がいた。鳥がなんかグッチさんがちょっと、うん、私右行きましたよ、はい、あ、トリッピートリッピー右行ったよ。トリッピー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 、あ、トリッピー、なんだなんだなんだ、一緒にお参りしようって言ってたじゃん俺ら。あ、いや、お前おい鳥見つけたのに俺言ってたけど、言ってたけど、ごめんって、お参りしよう、うん、それはいいよいいよ、じゃあいいよ、やろう。フルコンさんもやろう。フルコンさんって怪しかったっけ。オッケーオッケー。フルコンさんどっちだろう。フルコンさん、あ、ここだ。フルコン
それ。うわ、びっくりした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 。ちょっと、あった、びっくりした。占い師です。はい、はい、はい、はい。あの、無痛の死体はシャワー説です。そして、あのトリッピーを占って、はい、その他陣営と出ました。ええー！お前本当に多くなったの？もう死ぬんじゃないですか。多くなったら死ぬんじゃないですか。占ったら自殺できるからトリッピーは敗者か。敗者確定。敗者か。はい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 。敗者確定？うん、あそうか。敗者であのその他陣営って敗者と狐しかいなくて、狐だったら死んじゃうので。そうなるほどね。インポスター陣営じゃない。マットはインポスター陣営。ごめん、あのね、俺視点はね、今、セキュリティのカメラのところで寺蔵さんがやってきて、あの、うん、カチ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 って俺のところでピックしたので、めちゃくちゃ寺蔵さんが、で、しかも寺蔵さん探しに行ったら消えてたから、ほぼ陽子だと思ってるんだが。うん、あ、違う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 、あの通報しようとしてたの、七子が死んでたら嫌だなと思って。ああ、なるほど。うん、ああ、はいはいはい。まあシリアルキラーで待ち伏せ切るとかやだなとかそういう話ね。今の時点でだからトリッピーが背徳確定したんだから、僕が陽子だったらカチカチする必要ないし、うん、納得できるよね。え、だったらシャワー室キルはどんな感じですか？うん、容疑者。あ、ただ愚痴振る鳥でシャワーから上がっていったよね。上がっていきましたね。あの時死体なかったよね。どっから上がっていったっけ？はい、え、メインメインで、うん、メインでお祈りしてて、そうで、その時したい、割と直近のはずなのよね。3秒以内ぐらいとかじゃない、うん、で、あの、はいはいはい、トリッピーに俺重なるのが十分たまったから、占ってやべえと思ってすぐ下行ったから、5秒以内ぐらいのキルかな。まあ、行ってました。死体は、あ、じゃあ先には、ね、俺ね、背徳者なんで、うん、死んだ瞬間画面青くなるんですよ。うん、死んだ瞬間が6秒前ぐらいで画面が青くなって、その時にグッチーとフルコンさんはいました。俺一応陽子陣営だね。インポスター探します。はいはいはい。おお、あれ、じゃあ月1ってわかります？7個釣り先決めてね。上場釈量のうちありそうだなこれ。まあじゃあトリッピーを釣りますね。難しいなこれ。え、トリッピーは釣らなくていいんだな。誰をすか？背徳者。まあ自殺してやってもいいかな俺は。まあトリッピーを釣りますね。え、嘘。まあ、え、7個最悪、最悪、最悪自分で。え？まあでも俺は釣られるだろう。分かってる場合釣らなくてもいいんじゃないかな。え、7個？ん？え、7個？いやでも初期値移動してるから。7個セリフ乗っとった？え？背徳者って釣る必要あるんか？ちょっと待って。別に。分かってる背徳者って放置でいいよな。ん？なんだ？まだ人数いるしな。あれ？待って、所定で3人ぐらい死んでる状態で。でもタスクもやりたい。でもタスクもやりたいまーん。ああ。停電直したいまーん。いっちゅっちゅっちゅ、めっちゃ勝ちあった。おー、え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 、あれ砂ザメ、アーカイブに多分いたぞ。来た、うん、タスクやりたいまーんって歌ってる砂ザメがアーカイブで声だけ聞こえた。シャワーした七個。あ、シャワー下にあったのね。はいはいはい。シャワー下にしたい。あ、じゃあ下行ったんや。もう砂ザメさん死んでる時点で盗撮シェアのラインしかないけど。うん、桃っち派？さっきの初手切るの、うん、その俺が気になってるのは時系列的な話で、まあ俺と誰だったっけ最初に死んだ、誰かその初手に切るされた人が、すれ違うのは時差が結構あるからまあなくはないかなと思うけど、でも結局他の人ができやんのやったらそれでいいと思うって感じ。うん、まあ、7個フルコン無理でしょ。で今回寺蔵フルコン一緒にいたから無理でしょ。はいはいはい、寺蔵がいたのか。久保平があとどうなのか。え、停電直してたの寺蔵ってことはあれ、昇降機左からピクピクってきたの。グッツボヒラの、そうだよ、うんうん、貨物の停電行ってます。そうだよね、はい、貨物の停電直して、ね、あの勝ち合ってます。いつも直してないですが行ってます。誰と勝ち合った？ここ触ってないんで勝ち合ってるのはフルコンさんだと思います。俺だ、あ、勝ち合った。平の言ってることは合ってます、うん、多分真ん中あたりで勝ち合ったりしてる、うん、左グッチ。俺に話したいことなんだったの？
あ、ここでは言えないですね。ここでは言えないんだな。分かった。怪しいな。分かった。気になる。てかね、あのね、その、なんやろ、じゃあ、アーカイブにトリッピーと上がった時点で、グッチがトリッピーに上げた可能性があるのよな。とりあえず、はいはいはい。ボタンはトータスさんを釣ります。はい。トータスさん釣るよ。さっき、寺蔵さんが言った通り、あの、使用します。ラストウルフです。ラストウルフです。あ、来た。じゃあ、千早さん釣ろう。そうだね、そうだね。そうだそうだ。うん。OK です。いいんか？あれですか？さっきのキルのところ考えなくて大丈夫ですか？だいぶね、桃地派のラインのここが二郎が最悪ケースだから、これで千早さんが仮にクルーだったとしても、グッチ陽子トータスインポスターの11で6人番目になるから。うん、そうね。そう、やっぱり俺マットメイトです。はい、まあ、とりあえず千早さん。すいません。いや俺マットメイトやから、俺マットメイトやから、このままと横勝つよ。大丈夫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 。じゃあいらんだろ。取り終わってないと見て、うんうん、そうね。ああ、なるほどな。そうか、このその PP、 うん、まあ、わかんないや。おお、そうか、だからそう、最後の PP 盤面を恐れてトリッピーを釣っといたんやな、7個。ナイス。そういうことか。そうか、助けてない。タスク、うん、もう終わってなかったのか。あ、よかった。対策で、あ、いやー素晴らしい。負けペースが早かった。ごちゃごちゃにしようと思ったら差し出して終わったわ。ほんまでやられたよ、俺のスライド。うまい。なんか、マオ超えてっちゃくない？ちょっと更新しようかな。あ、ほんと？あ、ごめん。はいはいはい。うん。嬉しかった。あ、あ、こんにちは。こんにちは。あれ、ちっちゃい？俺の声。あ、いや、全然大丈夫。いや、大丈夫。大丈夫になった。ありがとう。ありがとう。はーい。ほな、まあ、いい時間ですね。いやー、白入れましたね、ソテキル。いやー、ちょっとね、ごめんなさい。つながんの早かったっすね。ねえ、あ、いや、いやいやいや。いやー、そんなコメに集まってたのがまずかったね、あれはね。うん、白、白、キュウリか。白、キュウリは無理だ。びっくりしたよ。あんなあっさり俺のロストリングだったり信用されると思ってなかった。ソテ。もうちょい疑ってくるよ。さあ、終わりでございますが。あの一応泣きの1回は聞いときますが、二次会とかあるかな、みんな。うん、ないです。やべ、大丈夫です。大丈夫です。やりたい方が多ければ、もう一回。やりたい。はい、やりたそう。やりたいな。やりたい。やります。泣いてる。泣いてる。やりたい。やりたい。朝までできる。あと1回です。朝までやりたいよ。朝まではちょっとやめてもらって。朝までやりたいよ。朝までお願いします。じゃあ。朝はやめてもらって。泣きの1回。行きます。はい。はい。大丈夫ですか。スナさん帰ってきた。おっ。スナさん帰ってきた。そうかそうか。スナさん。スナ。スナ。もうやめてる可能性が。スナさん。あ、まだかな。放送やめてる。ごめんなさい。ごめんなさい。今戻りました。今戻りました。あ、泣きの一回。放送終わっちゃった。すみません。ちょっとベタクルなんかおかしいんで再起動お願いします。はい。はいはいはい。ベタクル再起動。再起動。うんうん。OK。ああ、更新しとこ。じゃあこの泣きの1回が朝まで続きますように。はい、わかりました。じゃあインポスターキルした瞬間にギャン詰めしましょう。一人でギャン詰めすみません、ちょっとあの俺だけめっちゃおかしいんでちょっと再起動してきます。あ、そうなの。かわいい。なんかどうしたの、ガビ床になってる。前回やめてくれ、気持ちよくやらせてくれ。ガビガビ5人ぐらい壊れてる。今ヒラ君、俺怖いわ。5人ぐらい壊れてる。俺も聞こえない。結構面白いな。でもあら、聞こえたよ。もしかしてからあげよう。子面白いね。なんかアマスね、わかんない。今日今までで一番ちゃんとアマスしてる気がするね。めちゃくちゃちょうどいい。アモンガスしてるわ。アモンガスしてる。全然やる気あります。ライン戦とか超久しぶりだった。ちょっとドキドキ。確かに。ねえ、久しぶりに聞いたよ、この村で。この村でライン戦って言葉が出ると思わなかった。怖いよ、この配信。俺の話めっちゃ怖いよ。俺一人めっちゃ喋ってるからね。怖いよ。聞こえてんだよな、こっち。平さんの声聞こえてきたね。来た来た。稲地どう？あ、来た。平さん。砂ザメが死んだ。あれ、砂ザメが死んだ。何何？この体勢。あ、来た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 。
おかえり。おかえり。ヒラー。ヒラー。聞こえないな。あ。ヒラー。聞こえる？ヒラー。ヒラーも聞こえない。ヒラー今喋ってる？あっちで。喋ってそうだな。部屋立て直しとか。ディスコード。ヒラー。音声設定ミスってるとか。なんで急に？あら？最近毎回起動するたびにおかしくなるんだよね。あ、今聞こえた聞こえた。聞こえた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 。お待たせしました。申し訳ございません。お待たせしました。よかったです。はい。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ガビ床じゃない。ガチガチの氷の体を手に入れてる。凍ってる人る。ようこ、ようこ。絶対その組み合わせじゃないと思うよ。マジ起こせ。来る。もうやるよ。来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 るよ。さあ、パタサコバケユカ。もうこれ押すか。来るだった。でもきっと占い師になります。私。また。またきっと占い師。よいしょ。まあでも結構役職できたから。うん。ちょっとみんないろいろ引いてもろて。はい。いけ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 、はい、開けて、怖えな、あー怖い、これ左から変なの直せない、おーナイス、ナイス、これじゃあ明日の朝までのまず一番最初の平和ボタンということで、そうね、はい、はい、ペース早いかもね、ペース早いかもね、もうちょっとゆっくりでもよかったよ、もうちょっとゆっくりでもよかった、人見つけたらもう必ずがあのがっつり集まるようにして身を守ってください皆さん、続けられるまで死体を見続ける感じでね、はい、はい、誰も追放されなかった、はい、そして、うん、千早フルコン、はいはい、千早、ポンポンポン、うん、ほい、千早フル、千早フル、これやっちゃいまーす。誰もおらんなぁ、メイン。メイン。メインで千早がしたいって。シャワーなんかみんな集まるっしょ、人。あ、やべ、これ死にそう。死にそう。殺しやすそう。知らなかったー。砂ざめ、死んだわ、やっぱり。死ぬ気したわー。え、めっちゃ死んでない？バキューカも死んでて、今、グッチも幽霊やったよね。うん、バキューカが死んでる。どうも。どうも。死ぬってそういうことか。死ぬのは早いな、みんな。なんか、もう3死体ぐらい出てる。あ、じゃあまだか。早くね？早くね、あ、3人死んでる、下に死んでる、下に死んでる、お前ジュースやば、えぇ、シリアルだ、シリアルだ、朝まで持たせんじゃねえのかよ、え、何か持たねえよ、死体あったってこと、死体はあの除染室の中にあった、除染、除染か、え、今一緒にハタサコと魔王がいたのはどういう説、どう説明するの、ハタサコくんといてたの、俺やで、俺やで、トータスだよ、あれ、トータス、まあ、モーフィングいるからね、モーフィング、モーフィング、あ、なるほど、ね、いや、モーフィングの可能性は全然あるかもしれんけど、俺と魔王くんは喋りながら一緒に、あと俺の頭を吸ってたヒラさんもいてた、て、テラゾー今俺見た、え、魔王とハタサコが展望でダウンロードして、うん、あれ、トータスと展望でダンスをするから見ておいてくれって言ったんだけど、俺その後にキッチンの右のベントタスクをやったらトータスが来て、ご飯、なんだっけ、バーガータスクをやってるトータスを見て、武器庫上まで行って、トータスの頭のジュースを吸ってるヒラと俺とトータスで最後までいたから、じゃあ寺蔵さんが見た真央くんって誰なのって話になって、それだいぶ前で、あの展望デッキで寺蔵に対して俺と畑迫でダウンロードするから見ててって話をして、だいぶ前よ、その話は、うん、寺蔵さんが最後に見たんじゃないですか、一番最後に畑迫を、じゃあつまり真央くん的には寺蔵さんがキルしたってことね、
いや、ではない、うん、ではないけど、あのとじゃあ俺は一番最後、テラゾーとは、テラゾーと全く別の場所にいて、あのテラゾーと、うん、あ、じゃあ俺とハタサコ見たのは結構前の話。いや、ナオさん言ってるのは結構前の話。上がってきた。とね、ごめんごめん、ナナコさん視点、砂雨さんと一緒にバイタル見て3人死んでるのを確認して、それで死体を探して、見つけた時には4人になってた状態で、うん、アーカイブの弁当が開いてるのを見ているので、あの誰かがアーカイブにインポスターが確実にいた。でその話聞いてたら、うん、トータス、ヒラ、テラ、誰だ、マオシーカで天王デッキにいたんでしょ、うん、関わらない、うん、ナナ、スナ関係ない、ムツ、チハ、トリ、テラがありえて、俺して、チハさんが一番怪しいって状態。スナさんから、左の方に行ったの、チハさんは多分ね、チハさんは、あの自分が、あの、バイタル来た時に、すでにバイタルいたんだよね。そうなんだ。じゃあ、トリムツが怪しい。違う、俺じゃないよ。あのね、あのちょっと待って、俺ちょっとボタン押して俺喋るわ。これ陽子落ちてるくさい、陽子は落ちてるくさい気がするから、7個が陽子なんじゃないの。いからね、いやここで取れないのもきつそう。千葉さんがベッドですでに私より前に来たってことか。いやごめん、ちょっと待って、あのベントで行った後に、うん、誰だった。このこれ今日最速で終わりそうじゃない、この試合。ワンチャンの証拠伸ばすっつったのに言うことを聞かない人たちだやられた。あー、すごい。早い早すぎるだろ。そうだ、はあれ、ちょっと待って、これシリアルキラーだよね。シリアルキラーだよね。これ、すげー。これ、テラゾーさんや、スナさんかテラゾーさんだと思う、俺。スナザ、うん、もう一人誰だった、もう一人トリピです。マオ、もう一人、え、右側はトリッピーか、トリッピー。あ、じゃあ砂田目視点テラゾーさんかトリッピー。いや違う違う、あのトリッピー、トリッピーがドア開けて、ドア状況教えて、砂田目さんがドアをエンジンから宿舎前通路に行く扉のところで4人集まりました、うん、はい、扉開けたのがおそらく砂田目さん、なぜなら砂田目さんは残っていたから、うん、トリッピーは一番最初に上に抜けているので、うん、トリッピーが一番怪しいと思ってる。砂田目さんな気がする。テラゾーシェリフです、テラゾーシェリフです。トリッピーシェリフです。あ、じゃあトリッピー。いや、わからん、これは。じゃあトリッピーだ。で、自分目線はフラットです。あのドアを開け終わって、行くぞって言ったら、あの発見ボタンが光って、ワオっつって、ちょっとそこで。でも、真央くん、前回のキルさ、あの、うん、アーカイブあたりなんやったらさ、正直トリッピー無理じゃない、うん、確かに。あれ、そうなの。最後にテラゾーさんが多分知り合いで、俺ら武器庫で会ってるで。いや、俺肌さことかに一回も会ってないの。トリッピーいたこと覚えてない。ごめん。ダウンロードのあたりこすってるから。流されてはいかん。はい、あのトリッピーで。マットウマに俺は入れようと思ってる。トリッピー。え、マジで？本当に七子さん、おかしいおかしいおかしい。早速で終わる。テラゾーさんだからこれ。あのシェリフだったらさっきのターン出てほしかったトリッピー。いや、なんか帰ってた、帰ってた。なるほど、してた。弱いな。はい、みんな。新セリフ。これマジで大丈夫だよ。あの、武器庫で見てるで、俺、トリッピーのことは。そうなの、見てないの。覚えてない。平さんも見てない。武器庫で見てるんだったら、武器庫で見てるんだったら、畑底殺した犯人の筆頭コード。平君どっちにいたの？あ、もうそれ、トータス悩んでるか。どっちでもそうなんじゃない？トータス悩んでるか。砂溜め目線、マジでフラットなんだけど。ローラーってしてる暇ある？え、ちなみに俺相方ムツだと、え、ムツってさ、なんで大割りだけど魔王がいる。今回合わせなきゃいけないからね、とりあえず合わせなきゃいけないからね。トリッピー入れてます。はい、え、トリッピーはどっち？じゃあ入れるけど、スナテラどっち？あー、まあ、さあ、これでローラーいけるのか。さあ、どうなる。さあ、どうなる。あ、一緒だ。どうなるんだ。これ、何、ムツ、何その動き。何その動き。違う。ドゥン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 ってなってたよな。ちょっともう見てもいい？これ終わるよね、この試合。押しても、まあいいかも。このペースだと思う。同じことムツ言ってる。このペースだと助けやんなくていいだろ。同じこと言ってるわ。ナイス。自分仕事した。はい。内防。はい。で、あの、まだいいの、先に言いたいんだけど、砂溜視点はもう絶対、テラトリで落ち、その中に一路いて、でもう今回トリッピーを釣ったから、うん、テラトさんは白で正直見たいです。もう決め打ち盤面だ、はいはい、もう決め打ち盤面で、うん、じゃあ砂さん落とすならバランスで、うん、あ、落ちてる。砂溜さんはさっき3キロ落ちた時にテラトさんから
うん、俺があのバイタルの中に入ってる砂染さんを見てるので、あの俺視点は書くない。砂染さんがインポスターは、はい、めちゃくちゃ落としてる。寺澤さんがやめたよ、ま、マオシーを見たのってさ、十分仕事あ、違う、マオシーを見たって話、一番初めに出してたじゃん、3キルの時に、うんうんうん、ガチっぽい、要するにモーフィング4キルかの時に、あれガチっぽい。それは問題なくて、マオの言ってることは全く問題なくて、展望デッキにマオとハタサコで一緒にいて、僕がそこでダウンロード始めたのね。でダウンロードアップロードってやってる間にマオとハタサコはどっかに行ってるの。あんまりダウンロードしてたの、あ、意味が分かった、ごめん、そういうことね。ハタサコが先にコミュニケーションとかそっちの方に抜けた可能性があるんだったら、武器庫にトリッピーがいたってことが確認されてるんだったら、ハタサコを殺した筆頭候補にトリッピーはなるよね。手が入ってくるってことで、ハタサコが後半のキルになるから、はいはいはい、2回やってるキルっぽいから、トリッピーがやっぱりバウンティーみたいな、ね、俺って勘違い起きてるの。俺テラゾーがそのダウンロードやってるの知らなくて、武器庫エンジンと抜けてってるから、こいつ怪しいのになんだって思ってたけど、違うんだったら分かった、納得しました、以上です。ごめん、奈々子さん目線だと今砂ザメは何色なの、それがに見えてるよ。これ俺3死体が最初の4人キルのアドミン情報持ってんだけど、うん、大丈夫これ。はいはいはい、あるの、あるの、ある。覚えてる限りシャワーにメイン1アーカイブ1だった気がする。なんかそこになんか4人ぐらい固まってわちゃわちゃっといて、わーって思った記憶がある。みんな視点多分トリッピームツか、まあ、あとトリッピーを救いに行ったトータスで、トータスはめっちゃマットモっぽく見えてるっていう状態だと思うんだけど、これさ、俺何がってずっと言ってんけど、うん、なんで誰もトリッピー見てないん、武器庫で。だって俺トータスがジュース吸われるって言ってて、ヒラがいて、俺がいた時にいてたで、トリッピー。その場面でトリッピーが一言も喋んねえわけねえだろ。喋ってたよ、トリッピー。トリッピー喋ってたって、しかも。あ、なんつってた、なんかわからんけど、なんか言いながら言ってたで、あのダウンロードのとこ擦りながら言ってたで。絶対あいつだったら面白いこと言うもん、その盤面で。いや、だから俺もだよ。それはわからん。それはわからん。テラゾーを盲信してもおかしいって。霊界のトリッピー、肩身狭そう。霊界のトリッピー、肩身狭そう。おー、個人外強えぞ。強そうだぞ。どうなる？こっから。なんで誰も覚える？見てないんや。待ってー。で、うん。でコックピットで。オッケー。さあ。うん。おお。配線しまーす。うん、で死んでねえ、死んでねえ、あ、そういいな、これはな、むつすな、見つける。でも占い師むつすな、されないからバレないんじゃない、これヒラムズ7、うん、どうなる、あ、寺田さんが押して押して、お願い、押して押して、おー、え、あれ、砂染さん今どこ行った、うん、砂染さん今どこ行きました。あら、いつの話、うん、いや、今ナウナウナウ、え、コックピット、え、どこにいました、コックピットの、え、コックピットの奥のあの左下のダウンロード、あ、左下か、なんでもないです、なんで、ごめん、うまかった、黙ります、いや、あ、なくなったんで、あれ、ベント使ったみたいな気持ちになりながら、あの普通インポスター、トータスも、あ、はい、あ、まあ、大丈夫、あ、トータスさんなんだ、ナイス、普通インポスター、あれ、なんかトータスマットメイトでどう、なんかそれに一番見えちゃうけど、うん、でも俺はずっと主張してるけど、トリッピーはおったよそこに、ちゃうよ、いいよ、僕それでダメか、それであのテラゾーが、まあテラゾー視点はもちろんあの最有力がトリッピーのは太鼓もあるからさやけど、むちゃくちゃテラゾー盲信してるのがわけわからんくて、俺的には、はいはいはい、全然あの位置やん、砂澤さんいたよね、いたよ、いたで、いたし、あのさすがに仕事してくれてる、そこで嘘をつく理由があんまりよくわかんない、まずトータスに言っておくね、はい、僕がシリアルだったら今回もキル取ってます、うん、で納得できた、三人外残ってるんだよ、まあ三人外残ってる、俺はもう隠しろだから俺を疑うなっていう、はい、うん、分かってる、だからそれは構えへんねんけど、それは構えへんねんけど、そこにトリッピーがいてたのにアーカイブキルの容疑でトリッピー釣ることがいまいちよくわからんなって思ったよ。アーカイブの弁当の話はどこ行ったの、これ どうする、あの進行寺蔵さんにちょっと釣り先を決めるか、それとも進行かな、うん、そうか、なこと寺
あ、もう隠しろで置くんやったら、テラゾーがもう、やればいいんじゃないの。だ負け戦としては、テラゾーとリッピーの2郎とかっていう。あと、7砂を追うんだったら、もう、多分負けるよっていう状態かな。いや、追わない、追わない。7砂追わない、追わない。これはさっきこれの出してない平とか場所どこだったの、うん、その4キル発生した時、あ4キル切った時、あのトータスさんのね頭のジュース吸ってたから、そうそう、それを言ってた、そうマウシーが言ってた、トータスさんの頭のジュースそう吸ってたから、コックピット付近で吸われてた、だから東京でムツーさんと話してた、そう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 、今の俺はあの一応言っとくと、コックピットに結構長いこといましたね、あの短い長い時間だけど、ほとんどコックピットにいて、で、まあ、シャワーにアーカイブ1メイン、最後までコックピットにいて見てた。コックピットにいてました、ムツーさん。え、ムツー入れちゃった。でもボタンないよ。多分だから死体探さないと。あ、そう。きつくない？ああ映っちゃった。もういいか。ムツーがコックピットにいたと。まあまあ、さあ、こっから。コックピットにずっといるって。コックピットにずっといるって、どういうこと？あ、もう明日になってきたな。どうなるんだ。どうなるんだ、マットメイトトータスさんなんだ、どうすんだ、砂ザメ、砂ザメどうすんだ砂ザメ、いけ、グッチアムさんいないわ、いけじゃないわいけじゃないわくそめちゃくちゃ取り付いてる霊が、うん、わわわわわわわのかな、これ砂さん上がってないだろう、うん、うん、ルッチの声なんかプツプツやな、聞こえてないわ、ルッチの声聞こえてるよ、あ、聞こえた、あ、今聞こえた、あ、なんだ、あ、殴ってたんか、そうか、そこというどういう場面になってた、ちなみに、あー、気になってしょうがねえ、あー、ナイスボタン、あー、ありがてえ、トリッピ連れてそうでいいかな、これは、あ、うん、千早さんビアも連れてるという。うん、あ、まあそう。アーカイブの方のキルを追えばいいんじゃない。やられた。ラストさん含めてあと2人か。あと無痛じゃねえ。千早さんやられた。本当だ。繋がっちゃんだけど、キツネってトリピにやられました。キツネって四人死んでるから、まあ、割と死んでそう。ね、うん。多分あの状態でシリアル4キル、まあもしくは3キル通すって結構すごいと思う。遺言を最後。ムツーさんがさっき死ぬ間際の遺言聞いてたけど、完全に人外の遺言ではあったと。なんて、うん、ああ、ここで俺白取らなきゃダメだったな、くそーみたいな感じで死んじゃったから。いや、でもね、人の場合あるよ、あいつそれで。あるか。心の中の一輪ダイスをなんか振った可能性がある。まあ、待ってる可能性が高いんじゃない、あ、アドミン情報出してたし。確かに、そっかそっか、マットもあるわ。いや、白なんで。ああ、だからなんかちょっと。もうほんとすま白なんだわ、これトータスまで行く、まあ真央くんの推理だとトータスまで行った方がいいんじゃない、いやあのね、結局トータスさんが一番怪しみに入ってるのでトリッピーを救いに行ったからっていうのが、うん、あのなんかね、トータスさんがずっとトリッピーは怪しくなかった位置でしょって話をしてるのはまあわかるので、うん、あのね、とあごめん、トリッピーね、セキあトリッピーじゃない、トータスね、セキュリティから来た、そうでしょ、俺セキュリティから来てる、そう、セキュリティから来てる、うん、からそっち側のキルには全然関われる位置ではあると思う、関われる位置だよね、なるほどね、うーん、ジュースをずっと飲んでたって聞いたから、か最後はジュース、あー、まあ、その前は停電なる、ね、なった瞬間ぐらいにキッチン入ったかな、多分で、あとこのキルペになってるってことは多分トータスは1キルを通した側じゃないかな、うん、いやそうだよ、ね、だからシリアル確定してるから、テラーズトリッピーだよ、どっちかがシリアルなのは確定してるから、うん、これヨーコが釣られてるかどうかわかんないの、うん、村的にきついよな、まあ濃厚濃厚だね、濃厚ジュース、トータスさん最短でいけないが何を、いやこれだからトータスさんじゃなかった、俺的には納得がいかないのが、もうずっとそのトリッピーがそこにおったの見てない、まあまあ、魔王くん開くんない、いや分かる、両方とも言わんとしてもだから、うん、魔王くん寝てるのも分かる、うん、トータスさん寝てるのも分かるっていう、俺のじゃあ俺の対抗は誰かっていうと難しいね、魔王くんじゃないと思う、だからヒラさんかな、ヒラヒラさん、おー、耐えたー、いけー、トータス、おまりに行けいけるぞ、このやろう、俺が占えば一瞬なんだが、ごめんな、いや、なわけな、なわけな、占い師、まあこれはもう見守ろう、記号覚えてない、口つぶ占いが、砂さんやりたいね、いけるか、砂ザメ、
でも1キルで結構いい感じに。ベタ新自信行よもうこれ。うん、あ。ナミニキだったら俺さんだけは信じてるよちゃんと。同じくやん。同じくだよ。さんは信じてるよ。同じくなんや。ベタ新自信行だからな。うん、あ。反抗を繰り返すのやめなさい。ラウンジさん。おお、早い。ああ、死んだ死んだ。すいませんでした。ラウンジ、七個死亡。うん。ラウンジ三。アルミ。モーフィング。コックピット、マオヒラ。じゃあマオヒラも白でいい。うん、マットメイト、ああ、トダス。俺が多分、あ、じゃあもうやっぱり残ったらアトナさんと。あ、ムツザクル。俺の言う。メイチ。ドクルーだよ、ドクルー。あれ言う。メイチ。真っ白、真っ白。じゃあ多分。うわあ、ごめんよ。テラゾーさんになって。いや、そうだね。うわあ、それなあ。俺の言い方でこれ。ナザメさんは怪しいからもう俺からしたら。トータスの経路、トータスの経路。今回。俺どこで湧いたっけ。どこで湧いたっけ？鍵見なさい、鍵見なさい。最初にエレキを得よって、トータスさんのまとめとめっちゃうまいイメージ。うまい。トータスキッチン巻き、トータスキッチン巻き、右キッチン巻き。あ、じゃあそう、トータスマップに当たった時すげえサポートしてくれたし。適当ってね、めっちゃうまいよな。今回もめっちゃいい感じ。めちゃめちゃ白取っちゃったすなざめさん。俺とすれ違った。申し訳ねえ。確かになんかね、綺麗に取ってるよな。ね。じゃあ負ける。俺でもテラゾーじゃないんやろ。これ白で置いてるから。だったらマオヒラのつながりしか。ラウンジのどこなのそもそも。そもそもラウンジのどこなの。これどこやったっけラウンジの。はい。詰められてるな。どこぐらいやと思うで。まあ今大事なところだから。貨物からラウンジに入ったトイレトイレトイレ。俺が今その経路で行ってるんだけど。トイレのテラゾーの経路を教えて。下ぐらい。メインシャワー、右端、ナザメさん、ナナコさんと遭遇して、ラウンジ貨物行って、貨物の覚えゲーやって、ちょっと動きが確かにちょっと、きれいに乱してるよな。で、あのね、テラゾーさんと、今死んだナナコさんか、テラゾーさんとナナコさんが、あの貨物の方に向かっていくのを初手見たんだよね。で、その後に、あのトータさんとすれ違って、自分がメインっていう感じだから、トータさんとすれ違ってんの、そっちで。経路違うじゃん。あれって、すれ違ってないかもしれない。ごめん、適当。ちょっと記憶が曖昧。喋るな。喋るな。動画出てるの。いや、あれだけやって、ゴミ取りだけやってバイタルで。なだめ。トータスに。だめ。トータス。しかない。なだめ。マオヒラどっち入れた？トータス、トータス。一応トータスさん入れちゃったけど。待って、俺ヒラくんに。ああ。じゃあ、あとは、この後、あれですか、アクションゲームというやつですか。ねえ。さあ。さあ。ああ、でもそっか、停電してんねんな。でもボタンなくね？終わない、終わ、じゃあ。もうサクッとやって。その込められた弾丸は。さあどうする。その込められた弾丸は。テラゾーさん一個じゃないの。テラゾーさん一個。テラゾーさんじゃないのこれ。ヒラじゃないよね絶対。ヒラじゃない。俺じゃ。オッケー。オッケー。怖い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 。テラゾーさんがいる。誰かオッケー。誰か。ああ。どうする。どうする。テラゾーくんが。砂ザメさんをセリフで撃とうとした瞬間に食われてます。マオくんマジでヒラくんは白なの？砂ちゃん待ってくれよ。今マオくんを信じちゃってるので。頑張った。いつだ。ちょっとごめん。ナイス。テラゾーさんマジでナイス。もうここはもうあのヒラくんと砂ザメは土台子です。さっきの覚えてて、あのさっきのさキルさ。僕、うん、ラウンジでキルした後、真帆君と一緒にアドミまで行けないんですよ。アドミ一緒に見て。結局これで終わるのか、真帆君。真帆君、初手キルの話なんだけど、あの、七子さんと、あの、バイタルで3キル起こったって、べったりもう並走したんだよ、ほとんど。真帆君。頑張れ。僕トータスさんに信じる。この時の間はすげえ弱いからな。この時の間はすげえ弱いんだよな。あのお互いが聞いたっていうふうに言ったけどね。こんな弱いらしいこういうのは見たことない。発見されてそのまま一緒に真央君とアドリ見るのってむちゃくちゃ心臓に毛が入ってないと無理だと思うんだよね。あの時って時間どんぐらい経ってたっけ？
これ無理そう。頑張れすなそれ。これ無理そうだな。でもこれはね、魔王君がキルできた瞬間をちょっと思い出してほしいとしか言えない。まあ、あと通報は俺がしてるからね。うん、いやいやラウンジのキルが平はできない。おお。キラさんのジュースは頑張れ頑張れ。いいぞいいぞ。頑張れ頑張れ。吸ってたから。うん。死んだったらどうやって。これスナスナさんちな今俺スナさんに入れそうだからスナさんに話してほしい。お願い。よろしくお願い。もしもそのじゃそのラウンジキルを疑ってるんだったら。どうしよう、トータスヒラのラインはない、マオ君的に。落ち着いて落ち着いて。トータスヒラのラインがあった場合は、前日に PP が起きてる。要するに、トータスさんがキルしまくった。前日 PP5 人。5人だから PP できない。ああ、返された。5人番目だから PP できない。やばい、返された。返されちゃった。ぷよぷよの返しみたいになってるぞ。ダイヤキュート来るか、まあ、パヨエン来るか。今までずっと私白い位置にいたよ。白い位置にヒラ君と同じぐらい砂ザメは白い位置にいたよ。パヨエンやばいぜこれ。袖の部分もあでもなんかさ、あの左のさ時にさ、もう人狼の打ち明けが分からん。おうおい、パヨエン来た。よかった、砂さんごめん、ふっと入った。一緒に見たんだ、一緒に映画見てた。勝負えらい。ナイスナイスいやーナイスすごいナイファイでしたナイファイですナイス勝ちゃいいんだ勝ちゃありがとうマオくんかわいいナイファイ最終場面のマオくんありがとう本当助かったわめちゃくちゃ弱々しかったいやートータスさんめっちゃかきめだしたトータスさんよくも助け舟がやばかったうまいよいやもうトリッピーがいたら絶対面白いこと言うってほんまにおったでほんまにおったんやってトリッピーほんまにおったからやめろただ言ってないだけのやつだったほんまに言ってないだけだごめんただただ言わなかった人だほんまにいてたよ、ほんまにいてたじゃん、畑佐子くんもそこにいてたから、あ、トリッピーやなと思ったけど。俺、あと5秒間ぐらい、あの畑佐子放置してたら、俺が死んじゃってたんで。ああ、そうだったんだ。ああ、そうなんだ。ああ、そういうことね。ああ、なるほど、シリアルキラーだからか。シリアルキラーは殺さなきゃいけないから。いや、だから最初にグッチ初手でキルしたから、もう俺はあとは。キルをただただするだけのボタンを押すだけの機会だったんですよ。あのシリフが痛かったな。あれ、テラゾさんがシリフだったんだよね。それがきつくって、あの正直な話、ヒラ君キルして、テラゾースナザメの勝負にしようと思ったんだけど、テラゾさんがシリフでキルぞって言ったから、あははって言う。まあそうなるよな。ああ、アイス。マオシナイス。いい試合だったな。きつかった。マオシナイス。かわいそう。なんか最後に良くなるよな、ほんま。わかんなかった。いやー、ヒラ君キルしたかったけど、シリフだったのか、テラゾーさんが。じゃあ、皆さん自分の枠締めて終わりましょう。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした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 。お疲れーはいというわけで、ご視聴ありがとうございました。いやー今日もなんかすげえおもろかったな、うん、満足感の高い試合ばっかりやった気がする。全部おもろかった。で個人的にもね、なんかそう最近自分の視点であんまりおもろい試合を作れなかったかなっていうの去年はあった、あ去年先月かあったような気がしたんだけど、今回は自分視点でもインポスターがちょっと占い師、予言占い師ができたので個人的にも満足だし、全体としてもなんか全試合面白かったなと思いますので、はい。そう占い師、予言占い師とかもありましたんで、めちゃくちゃ面白かった、個人的にも満足しました。うん、というわけで、また来月も、貧困崩壊やりたいなと思ってますのでよろしくお願いします。そしてですね、ちょっと45分から枠取ってたんやけどちょっと、1時間押してしまいましてですね、もう少し後になると思いますが、本日このあと、ちはやトリッピームツーでサーモランやろうと思ってるので、もしよかったら見に来てください。うん。
ほなほな。バイバーイ。あざした。テラゾーが暴れてる。とりあえず、この枠終わります。バイバーイ。